ドミさん、こんにちは。2017合格基礎講座民法第1回目の講義を始めてまいります。担当いたしますは歴戦人講師の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。はい、それではですね、今回から全18回にわたりまして合格基礎講座民法の講義を、ね、進めてまいります、ね、結構ね長丁場になりますけども、どうか最後まで、ね、ついてきてください、ね、本当に皆さんがね民法で合格答案を書けるようになるために、ね、そしてひいては論文試験に合格できるように、ね、私の方で大事なことをねどん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 お話をしてまいりますので、ね、まあ時にはねちょっと厳しいなっていうようなことをね私言うかもしれませんけど、ね、それも全てね皆さんが民法で合格答案を書けるようになるために、そして論文試験に合格できるようになるためなんだというふうにね、まあ、ご理解いただければ幸いに思います。で、まあ、今回ね、1回目ってことね、まあ、入門的なお話もね、してまいりますので、今回はそんなに進みません。ですから、まあ、ちょっと、リラックスして、お聞きになってください。ね、今回そんなに先進みませんので、ね。で、一応ですね、この講座内で使用する教材ですね、これを確認しておきたいと思います。で、こちらですね。よいしょ。まず、この2017合格基礎テキスト、民法ですね。こちら。結構これね、厚みがありますけども、基本はこの合格基礎テキストを使ってですねお話をしてまいります、ね、このテキストです。で、あと一応ですねこちらもちょっとね毎回一応ご準備ください。こちらがもう一冊2017高架家民法ですね。高架家民法です、ね、で一応ですねこの高架家民法なんですけども、巻末にねちょっとご覧いただきたいんですけど、条文ですね。ご覧のように、この民法だとか、あと借地借家法とかのね、こういう民法のこういう条文ですね。415条。ね。またこれね、後ろの方でやりますけど、非常に重要な条文ですけども、この条文を、この高架家民法の巻末に載っけてるんですね。従いまして、ね。合格基礎テキストの中にもね、大事な条文はね逐一載っけてるんですけど、場合によってはこの高架家民法の巻末の条文を使う場合もございます。またさらにはですね、この高架家民法に載ってる論点の論書、これを皆さんにねお話しする場合もありますのでね、従いまして基本は合格基礎テキストを使って講義を行ってまいりますけども、こちらのね高架家民法ね、これも必ず毎回ご準備ください。いいですね。で、最終的にはですね、まあ、民法の勉強の、まあ、最終目標っていうんですかね、もちろんこれは合格答案を書くことなんですけども、そのためにはですねこれです。最終的にはこの高架家民法です。これを攻略してください、ね、これ開けていただきますと、いわゆる論点って言われるものがね、こうやってずらずらっとね上がってて、一応全部でこれここですね、286ページご覧いただきますと、最後これ180番ね、180個論点が上がってます。で、実際に論文試験なんですけどもね、この高架家に上がっているいわゆるこのね論点がズバッと出るんですよ。従いまして最終的にはね、この高架家に上がっているそれぞれの論点の論書を覚えて、それを答案に書けるようにする。それで十分もう合格とはなっちゃうんですよ。なっちゃいますから。いいですね。ですから、勉強の最終的な目標としましてはね、今一度ちょっとしっかり確認しておきたいんですけども、こちらの高架家民法です、ね。これをしっかりと最終的にはマスターしてください。数は多いです。数は多い。で、ご覧のようにこの重要度ですね、それぞれの論点の重要度を ABC で表示してありますんで、ね。で、さらにはこれもっと言うとね、これ WM なんですよ。WM。だから合計で4つです。重要度。WA が一番重要。その次が A。その次が B。で、一番重要度が低いのがね、さっきもご覧いただきましたけど、C です。C ランク。ね。で、こちらね。まあ、共同不法行為。これ C です。ね。もうこれ眠っちゃってるでしょ、これ。もうやんなくていいです、基本的に。ね。一応の目安としましてはね、WA とシングル A ですね。WA。二つの A ね。WA とシングル A。この高架家に上がっている論点の論書をマスターしてください。
これがほとんど本試験で出ますから、ね、で残りの B、 さらにはもう一番重要度の低い C は、ね、これ余裕があればで OK で、もし皆さんの方でとてもそんな余裕ないよって方はもう切っちゃっていいです。切っちゃっていい、ね、実際にこの合格に上がっている B ランクの論点が本試験で出たことがあるんですけど、合格者、ね、論文試験に受かった合格者の再現等は見てみても、この合格の B ランクの論点について、ね、しっかりと書けてる人って非常に少なかったんですよ。だから言い換えると合格者ですらもね、この合格に載ってる論点の B ランクについてはしっかり書ける方が少ないんですよ。ですね。まして C ランクになればほとんどの方が書けないです。ですから逆に言うと、ダブル A とシングル A。ね。これはもう大方、大半の受験生がしっかり答案でも、ね、これ書けるように準備してきますから、これは書けなきゃいけない。ね。こういうのはしっかり書けるようにしとけば、逆に言うと民法については OK ですから。いいですね。そう考えると結構気は楽でしょ。ね。これが民法の学習の最終目標と思ってください。ね。整理しますと、合格民法に上がっている重要度、ね、4ランクありますけども、ダブル A とシングル A。この論点の論証を答案で書けるようにする。もちろんそのためには理解が前提です。またこの後もいろんなところでお話しますけど、民法は理解が大前提です。これをすっ飛ばしてね、いきなり論証だけ覚えてやろうと思っても絶対うまくいきません。いいですね。まず理解をして、その上でそれぞれの論証を覚える。ね。そして問題が出たらそれを当てはめる。もう本当にまさに当てはめる感じですよ。ね。おそらくこれ鑑定理論なんかで皆さんやられてると思うんですけども、基準を当てはめるでしょう。同じようなイメージです。ね。こうかけて覚えた論証を答案に当てはめる。ね。これで十分合格答案になりますから。いいですね。で、ただね、ちょっと注意点申し上げておきますと、確かに最終的にはこの合格なんですよ、ね、だったらこの合格基礎講座も合格やればいいじゃんって、おそらく皆さんね、多くの方がそういうふうに思われたと思うんですよ。違うんですよ、ね、この民法の、まあ、合格答案ですね、まあ、最終的に合格答案書いて、ね、いただきたいわけですけども、これが例えばね、山ね、世界最高峰のエベレストとしますよ。エベレスト山ね、これがまあ合格答案と思ってください。その時に皆さんいきなりね、エベレスト最終目標だからって言って、いきなりエベレストに挑戦します？しないでしょ？まずはね、もっと低い山、ね、をそういうね、経験して、ね、その上で力をつけて最終的にエベレストに臨むっていうのが普通でしょ？いきなりエベレスト行ったらまずもう遭難しちゃいますよ。ね、同じなんですよ、勉強も。だから、こちらね、まずは、こっち。この合格基礎講座の中では、この合格基礎テキスト。これでまず、基本的な知識、基本的な理解を皆さんに身につけていただきます。だから、一応基本はね、合格基礎講座の中では、合格基礎テキストを使うよ。そういうことなんですよ。いいですね。ただ、ね、また後でもお話しますけど、この合格基礎テキストはね、一応この合格基礎講座の時に、一回ね、ご利用いただければ OK です。あとは参考書として使ってってください。一通り合格基礎講座をお聞きになった後は、このね、合格基礎テキストにつきましては、ね、これはもう参考書って形でね、ちょっとわからないところが出てきたら調べると。そういういわば参考書として最終的に使っていかれれば OK です。従いまして、まあ入門用として、まずね、これを使う。で、その後はね、もう勉強のね、重点はさっきお話しした合格に移りますから。合格民法の方に移ってっていただきたいんで、この合格基礎テキストは最終的には参考書って形で、わからないところが出た。ね。そういう時にこうパラパラパラとね、こう調べる、そういう教材として使っていただければ OK で、最終的にはね、こちら、合格民法です。これをぜひマスターしてってください。いいですね。で、一応この講座の中でもね、合格基礎テキストだけにとどまらず、ね、重要な論点につきましては、合格民法の方もね、一応ご説明してまいりますから、しっかりと聞いていってください。で、あとね、この講義をお聞きになるにあたってですね、一番いけないのはね、聞きっぱ、読みっぱなんですよ。講義を聞いた。あるいはテキストを読んだ。ね、こういう形に残らない勉強っていうのはね、これはね、やっちゃダメです。必ず形に残すために書き留めていってください。
私これからどんどんね、この全18回の中で大事なポイントを喋ってきます。時には結構私ね、結構興奮すると早口になっちゃうんで、ちょっとね、皆さんもね、大変になるかもしれませんけども、大事なことはね、余すところなく喋っていきますから、できるだけメモ取っていってください。ね。別途、ノートにね、こう書き留めるでもいいし、あるいはこの合格基礎テキストに書き込んでいくでも OK です。その辺はもう皆さんにお任せしますけども、とにかく必ず形に残す、書き留めるってことは心がけてください。いいですね。聞きっぱ読みっぱだとね、その時は分かったつもりでも時間経ったらやっぱ忘れちゃうんですよ。そうするとまたゼロからやんなきゃいけないでしょ。だけど、しっかり書き留めておけば、ね、多少時間経って忘れてしまっても次から、ね、次はまたその書き留めたところから再スタートできますから、ね、非常に効率がいいんですよ。ですから必ず形に残していく。で、できれば、特にね、まあ、テキストに書き留めるときはね、後で消せるように鉛筆ですね。鉛筆。ね。で、どん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 書き込んでいく。ね。そういう形を取ってみてください。いいですかね。ね。じゃあ、早速ですね、ちょっと中身に入っていきたいんですけども、まあ、今回ね、まあ、1回目ってことで、ちょっとね、こちら、合格基礎テキストの目次のね、目次のすぐ後ろをちょっと上げてみてください。こちら。ね。民法一般についてっていう、このページが出てくると思います。ね。この目次の、ね、すぐ裏のページです。こちら。ね。ここからちょっとお話をしてまいりたいと思います。ね。で、おそらくね、もう皆さん今ね、この講義を聞きになってて、民法って法律だよね。で、自分全然法律やったことがないんだよ。すごい不安だなって思ってらっしゃる方もかなりいらっしゃると思います。あるいは、宅建でね、一応民法それなりにかじったよ。だけど、そんなにね、まあ突き詰めて、ね、掘り下げて勉強したわけじゃないから、やっぱりちょっと不安なんだよな。そういう方もいらっしゃると思いますんで。ね。まずは、この民法一般についてってところ。ね、ここからまあゆっくりですね、ゆっくり、まあ、ちょっと見てまいりたいと思います、ね、でちょっと1行目なんですけど、そもそもこの民法っていうのは、まあ、一般市民、ね、私たちですよ、私たち一般市民の間で起こる身近な問題、ね、これよくまあトラブルって言い方します、ね、あるいは法的トラブルって言い方もするんですけども、そういうね、身近な、まあ、法律的な問題ってことですね、身近な法律的な問題を解決するための法律ですと。いいですね。私たちの本当にね、普段生活している中で起きる、そういう身近な法的な問題。ね。これを解決するための道具なんですよ。それが、この民法です。で、次ね。で、例えばと。A が、ね、A さんがいて、B、ね、B に騙されて土地を買い、お金も、代金も払っちゃった場合。ね。A は、この契約を取り消して、この売買代金を取り戻すことができるかと。ね。こんな場合に登場するのが民法ですよっていうことなんですよ。ね。で、この例なんかはね、特に皆さんの中で宅建をね、やられた方はね、あ、なんかやったらなと。ね。その辺ぜひね、以前勉強された宅建のね、その権利関係の知識ですね。それをぜひ、こうね、思い出しながらちょっとご覧になっていってください。で、初めて勉強なさる方はね、まあ、あ、そうなのかという感じで軽くね、見ていかれれば OK です。ね。で、あと、次ですね。あと、内容的にはと、民法相続。で、この中でも特にね、この丸括弧の中にお示しをした、意思表示っていうのと、代理っていうのと、あと、時効ですね。まあ、この3つが、鑑定士のね、民法ではよく出題されますんで、ね、これ。で、あと、さらには続けますと、物件。あと、担保物件。あと債権総論、あと債権格論、ね、あと家族法っていうのがあります。ね、これ、まあ親族法と相続法にね、分類できるんですけど、まあこういうものに分かれますよということで、ね、これもちょっと軽くね、頭入れておいていただければ OK です。で、あとね、さっき皆さんにご覧いただいたこの効果権の巻末です。ちょっとね、開けてみてください。この効果権ね、効果権民法の巻末に条文が上がってるんですけども、その条文のね、これ、ちょっとご覧くださいね。よいしょ。さっきご覧いただいた286ページね。286ページ。この一番最後、180番の共同奉公の要件というところの右の、ごめんなさい。これね、これページをちょっとめくっていただきますと、
ここね、今度右に巻末条文集っていう民法のこの扉が出てくるんですけども、この扉をちょっとめくっていただくと目次が出てまいります。こちらです、これね。でこれまず最初が第一編相続、いいですね。で下ずっと言っていただいて、今度第二編が物件、いいですね。で今度ちょっと右のページ行っていただいて、今度第三編が債権、ね、で今度このページめくっていただいて、こちら第四編が親族、ね、で今度その下行っていただいて最後です、これが第五編の相続ということで、いいですね。で右のページ、これでもう終わりです。で最後ちょっと見ておきますと、よいしょ、こちらね、まあ、最後第8章遺留分っていうのをやるんです。これ最後1044条ね、これ民法の全部の条文合わせると1044条あります。一番最後の条文1044条、まあ、かなりね、条文の数は多いです。でも鑑定士の民法で出る条文ね、あるいはまあ論点って言ってもいいんだけど、こういう内容はねかなり限られてるんで、全然心配しなくていいです。全然心配しなくていい、いいですね。かなりね、あの出題の中身がね偏ってんですよ、偏ってるからね。だからあ、なんだ1044条全部勉強しないと合格答案書けないのかな、なんてそんな必要全くありませんから、全然心配しなくていい。ただね、今まで民法をねあんまり見たことがない、特に条文とかねあんまり見たことがないよっていう方はね、ちょっとまあ勉強の合間でも結構ですから、今ご覧いただいたねこの民法のまず目次ね、目次をご覧になっていただいて、あなるほどとね、条文がこういうふうになっててね、この第一編第二編こんな内容がね規定されてるんだな、こういうのはね勉強の合間で結構ですから、時々こうパラパラと見て、できるだけ民法の条文にはね慣れ親しんでいってください、いいですね。法律って全部、民法に限らず他の法律もそうなんだけど、条文なんですよ、条文で規定されてますから、ね、でこの条文に強くなると本当にねこの法律のあのね理解っていうのがね深まるし、実力もねぐっと上がりますから、最終的にはその法律の条文、これに強くなるっていうのがその法律をマスターする一つの秘訣なんですよ。ですからね、あの勉強する時だけ見るっていうんじゃなくて、勉強しない時もね寝転がっててもいいですよ。パラパラとこういう条文めくってみて、あるいはさっきの目次とかご覧になっていただいて、あなるほどこの法律こういう体系なんだな、こういう目次でこういうふうな規定がこういう順番で定められているんだな、とそういうのをね普段からこう見ていかれると自然と頭に入ってきますから、そうすると締めたもんなんですよ。もう条文に対する違和感がなくなればね、あとはもうその中身にスーッと入っていきますから、いいですね。ぜひねそういう形でね、あの条文には慣れ親しんでいってください、ね、でまたちょっと元に戻りますよ、よいしょ、こちらね。でまたちょっと合格基礎テキストの方ね、この民法一般についてここにちょっとお戻りください。でさっきねこのねこういう内容から成り立ってるんですよってお話をしました。で続きまして、じゃまず最初の民法相続、これね、これは何なのかというと、例えば騙されて契約を結んでしまったらどうなるかという、そういうね身近な問題を扱いますよと、ね、まあ、この辺軽く見とけばいいですよ。で次の物件、これね、物件では A が自己所有の土地を B と C に二重に譲渡してしまったらどうなるかというような問題をね主に扱いますよってことで、これはね宅建をやられた方はまだご記憶にあろうかと思います。二重譲渡です、二重譲渡ね、宅建やった方はぜひその辺を思い出してみてください。土地っていう不動産、これを二重譲渡した、この時にはどうやって B と C の優劣を決めるのかね、B と C どっちが勝つね、これを決めるのかっていうと、先に登記を備えた方が勝つよねっていうのをやったと思いますね。宅建やられた方はぜひその辺の記憶を思い出しながらご覧になっていってくださいね。であと次の担保物件ね、ここね、担保物件では借金をするときに抵当権、抵当権、これもね宅建やられた方はね抵当権ってやったでしょ、を設定する場合の問題点などを勉強しますよとね。じゃ次の債権総論では契約を守らなかった場合、いわゆる債務不履行って言います
債務不履行、またこれもね、後々詳しくやりますからね。で、この場合の問題などを勉強しますよ。ね。で、あと、債権格論。では、売買契約だとか、賃貸借契約。ね。これもまた、ね、後々詳しくやってきますから、こういう契約があるんですね。に、何らかのトラブルが発生した場合に、どうなるのか。ね。その契約はどうなるのか。というような内容を勉強しますよ、ということで。ね。まあ、ちょっと家族法の例はね、ここに載っけてませんけど、主に、ここまで、この債権格論までのいわゆる財産法と言われている分野が、この鑑定士の民法で出ますんで、ね。ちょっとまあここはとりあえず一回軽く見ておいてください。民法一般について。ね。まあ、ちょっと今ご覧いただきました。で、続きまして、ちょっとここから注意して見てまいります。鑑定士試験の民法の特徴。ね。まあ、かなりあるんですけど、ちょっとね、いくつかちょっと私の方でチョイスをして、ここに載っけました。で、まず、2問とも、事例問題で出ます。ね。事例問題っていうのはさっき上でやったように、こういう A が、ね。この自己所有のこう、ね、土地だ、土地を B と C だとか、こういうね、事例ですよ。こういう具体的な事例。こういうのを事例問題って言います。ね。こういう問題。これで出ます。これね。で、ちょっと皆さんにね、ちょっと早いかなと思いつつも、もうこれが一応最終目標になるんで、一応ね、今回ちょっとご覧いただきたいんですけど、この合格基礎テキストですね。今ご覧いただいている合格基礎テキストの巻末をちょっと開けてほしいんですよ。こちら。この合格基礎テキストの、よいしょ。これね、ずっと後ろ行っていただきますと、よいしょ。373ページ開けてください。この合格基礎テキストの373ページ。こちらね。ここをご覧いただきますと、おいしょ。ご覧ください。巻末付録ってことで、平成27年度、ね、まあ、これ昨年度ですね、の本試験の第2問。これですよ。これですよ。の問題と、あと、レックの方で、私の方で作った参考答案ですね。これを掲載してありますんで、ね。これをぜひね、ご覧になってみてください。ね、当然もう最初、ね、これご覧になっても何言ってんのかなって、もちろんそれはもう分かんなくていいんですよ。ただ実際、本試験ってこういう形で、まさにこれでしょ？ A は B 団、C 以上夫婦のことをして、こういうのを事例問題って言います。事例問題。ね、で、このね、平成27年の2問目の本試験問題、ご覧のようにね、これ問題文は長かったんですよ。ちょっと次のページまでちょっと行ってしまうんですけども、これね、こんな感じで、長かった。でもね、これ、ちょっと今回、まあ1回目ってことなんで、一応触れておきたいんですけども、従来であればね、この1問の問題の中ですね、まあ通常、設問の1と設問の2に分かれるんですけど、本文もね、これ従来通りと同じで、よいしょ、ちょっと前のページを戻りください。ここね、上から数えて、1、2、3、4、5、6行目。以上の事実を前提にして、以上ってのは上の事実ってことね。これを前提にして、次の設問1および2のそれぞれについて答えなさいと。なお、各設問は独立した別個の問いであるよってことで、これ、丸々1問。ね。これ第2問ですけど、これ、丸々1問の中が、設問1と設問2の2つから成り立ってる。これ従来のパターンなんですよ。これが、この括弧1、これが設問1ね。で、ずっと下1、ていただいて、ここね、下から数えて1、2、3、4ね、これが設問の2になります。こんな感じで、これ括弧2、設問の2ね。で、上が、おいしょ、ごめんなさい、ちょっとずれちゃった。これが設問の1ってことで、あ、こっちね、こんな形で出てるんですけども、これね、ちょっと大事な一つのちょっとね、特徴を話しておきます。これ昨年度平成27年の第2問目なんですけども、その中がね、丸々1問の中が設問1と設問2に分かれてるってのは分かったでしょ。で、2年前まではこの1問の中の設問1の中で複数の論点っていうのは、さっきこうかけてご覧いただいたでしょ。ああいう論点を複数、設問1で複数、設問2の中でも複数の論点を聞いてくるっていうのが2年前までの本試験の特徴だったんですよ。そうするとどうですか？受験生である皆さんにとっては負担でしょ？結構大変でしょ？丸々1問ある。
その中で設問1と設問2に分かれてて、設問1で複数の論点、設問2でも複数の論点、これ当然勉強する量も多い、当然答案に書く量も多いってことで受験生にとっては負担だった。ところが去年平成27年の特に2問目ですね、今ご覧いただいているこの2問目は実は設問1で論点1個なんですよ。で、設問2の方も論点1個です、ね、中身について後で時間のある時見ていただければ OK ですですね。こういう形で去年から大きく問題が変わり始めてます。もう皆さんね、かなりの方ご存知だと思いますけども、国土交通省ね、この鑑定試験をね、この管轄している国土交通省がね、短期合格が可能となるような試験問題の見直しっていうのをね、これ発表いたしました。昨年平成27年にね、そういうのと連動してるんですよ。できるだけ受験生の負担を減らす、で短期の勉強でも十分論文試験に受かっていくような問題に変えていくよ、ね、この発表をいたしました。で、具体的には今年ね、平成28年まず鑑定理論からそれが実際に出ます、ね、で、この残りの教養3科目ですね、民法と経済学と会計学、ね、この残り教養3科目については平成29年従いまして来年ですねからそういうね新しい問題を出すよってことになってます、ね、これ詳しい内容はね、あのそれぞれあの国交省のホームページでご覧いただきたいんですけども、でももうすでに平成27年去年からね、ご覧のような問題の変化がもう出てきてるんですよ。出てきてる。もうこれは本気でね、国交省がこの試験制度変えよう。ね。今までみたいに何回も論文受けなくてもね、短期間でも受かっていく試験に変えていこう。その表れだと思います。ね。まあ一応中身につきましてはね、後でまた時間がある時にご覧になっていってください。ちなみに、この2問目、平成27年度の2問目の、設問1の方はね、利益相反行為っていう、これ家族法の分野から、ちょっと予想外の問題出たんですけど、これはみんな書けなかったから全然合否に影響しませんでした。それに対して2問目の方、設問2の方はこれいわゆる法定地上権という、これはね高架県民法にバッチリ載ってるんですよ。バッチリ載ってるんだ。だからさっき言ったように、あそこの論証を理解して覚えて、あれをそのまんまここにパカッと論証を当てはめれば OK なんですよ。ですからこの平成27年の2問目については設問1はね、利益相反ってことでみんな書けなかったから差がつかない。全然気にしなくていいんですよ。一応こうじゃないかなと思う、ね、自分がそう思うことをサラサラサラと書けば設問1は OK です。差がつきません。それに対して設問2はこれも高架けに上がってますね。したがってみんな書けるし、まだ書かなきゃいけない。でもそれを書けばいいんですよ。パカッとね、論証を持ってきてパカッと当てはめるような形で書けばそれで十分合格答案にはなりましたから、いいですね。したがいまして、これから本当に皆さんね、ね、勉強は大変ですけども試験問題はね、短期合格者が出るようなそういう問題にどんどん変わってきますから、ぜひね基本的な勉強を重視してね、基本的なところはしっかり固めて、それが出たらしっかり書けるようにやっとけば民法の準備としてはそれで OK なんですよ。丸です。いいですね。だからぜひ気持ちをね、あの大きく持ってね、しかし勉強はねしっかりとねやっていってください。いいですね。じゃあまたちょっと戻りましょう。まあ、今回1回目なんでこんな感じです。まあ、気楽にちょっと聞いてください、ね。で、またちょっと前の方に戻っていただいて、よいしょ、こちらね。この鑑定士の民法の特徴、ね。で、この2点目。民法全域からまんべんなく出るのではなくと、ね。財産法、ね。これもこの後見ていきますけど、民法ってね、大きく分けて、この財産法って言われる分野と、ね。あと、これさっきちょっと上でご覧いただいたんですけど、家族法、ね、これ内訳は親族相続なんですけど、ね、これ家族法って呼んでますけど、ね、この2つに大別されます。この民法相続、あと物件担保物件債権総論、そして債権各論、これを一応便宜上財産法って呼んでます。財産法、ね、で残りの親族相続、これを家族法って呼んでて、ね、民法は大別するとこの前半の財産法とあと後半の家族法、ね、この2つに分類されるんですけども、まんべんなく全域から出るんではなくて、この前半の財産法、ね、今ご覧いただいた民法相続、物件担保物件、債権総論、債権各論から中心的に出るよってことで、ね、たださっきね、あの平成27年の2問目ですね、ちょっとお話ししましたけど、去年の
平成27年の2問目の設問1はね、利益相反行為って言って家族法から出ちゃったんですよ。出ちゃった。だけど普段ね、もうほとんどは家族法から出ないから、みんなね、どの受験生も準備してないし、みんな書けなかったね。だからある意味ああいう問題っていうのはね、ちょっと受験指導やってる私からするとね、ちょっと肩透かし食らってね、ちょっとなんかね、あのうんっていう感じはしちゃうんですけど、受験生の皆さんからするとね、これはね、ある意味歓迎してほしいんですよ。歓迎してほしい。どうしてかというと、差がつかないからです。この意識はぜひしっかり持っておいてください。なんかね、受験生の方って当然自分が勉強したところから出てほしい、そう思うでしょ。これ人情だし、これ当然なんですよ。でも試験にあってはね、むしろみんなが知ってるような基本論点、あるいは高課金民法に載っている AA だとかシングル A のような重要論点ほど、逆に本番で出たら注意しなきゃいけない。なぜかというと、みんな書くからですよ。みんなしっかり準備して、そういう基本論点をね、準備してくるからね、ちょっとしたミスがね、ちょっとした表現ミスがガーッと大きな点差を生んじゃうんですよ。だからこれはぜひ知っておいてください。またね、この後おいおい講義の中でもお話してきますけど、重要論点ほど実際本番出たらね、気をつけなきゃいけません。いいですね。みんな書くから、ちょっとしたミスでもうすぐね、こう書き負けてしまうんですよ。でこの試験、当然競争試験ですからね。だからみんなができるやつは自分もできなきゃいけない。だけどね、みんなができない問題は自分もできなくていいわけですよ。あんな利益相反なんか誰も準備してません。きちんとやった人なんていませんから。だから差がつかない。いいですね。この発想はね、やっぱり論文に受かった方たちに聞くと、皆さんやっぱ共通の認識なんですよ、ね、だから去年平成21年利益相反が出て、ね、実際去年論文にうちから受かってた方はね、その問題を見た時にガッツポーズしたって言うんですよ。利益相反よっしゃと、自分は分かんない、だけどこんなのみんな分かるわけないから差がつかないねと。で設問2の方を見たら、法定値条件、これは高課金民法にバッチリのというか、これは書けるよ、だったらこっちで点数稼げばいいじゃん、そういうふうにね、試験中ガッツポーズしたって言うんですよ。これが論文合格者の発想なんですよ。発想だけど、逆に落ちた方は違うんですよ。あれ、こんな利益相反知らないよと、ね、それで舞い上がっちゃって、次の設問2の法定値条件、これ何回も言いますけど、高課金民法にバッチリ載ってて、本来だったら書けるはずが書けない、これで落ちてってるんですよ。将棋倒しになっちゃってるんですよ。ダダダ、これが落ちる方のパターンです。ぜひね、まあ、今回1回目ってことではあるんだけど、受かる方の発想と落ちる方の発想、どこが違うのか、これはしっかりと皆さんの方で押さえておいてください。この後この意識をね、ちゃんと持ってるかどうかで、ものすごく大きな実力差が生じちゃいますから、いいですね。でちょっと続きますよ。であと、今度3番ね、問題のレベルは高いです。ね、さっきちょっと、平成27年の2問目ですね、あの事例問題ご覧いただいたんですけど、まあ、ちょっとね、あの去年の2問目はね、ちょっとあの問題文ちょっと長すぎっていう感じでした。通常はあそこまで長くはないんですけども、ただ、今までね、やっぱりこの問題のレベルとしては、やっぱり高いです。高い。で、旧司法試験に近いぐらいの問題です、これ。ね。で、従って、いいですか、次なんですよ。民法を苦手にする受験生は多く、また論文合格者の答案のレベルも決して高くないんですよ。これを知っといてください。いいですね。問題が難しいってことは、みんなできない、できない、いいですね。したがって実際にね、レックから毎年論文合格者ね、あの出てくわけですけども、その方たちにね、後で再現答案ってものをね、書いていただくと、ほんと大した答案書いてないんですよ。特に民法なんかそうです。私ね、必ず毎年論文受かった形に再現答案ね、こう書いていただいて、採点するんですよ。点数までつけます。だけど、あれ、これよく受かったよね、という答案少なくないです。だから、これ知っといてくださいね。論文に受かった方でも、民法については、大した答案書いてません。いいですね。これをしっかり意識するかどうかって非常に大きなポイントですよ。そうじゃないとね、おそらく皆さん、私これ言わないとね、ただ漫然と講義聞いて、あれも覚えなきゃ、これも覚えなきゃ、あれも理解しなきゃ、これも理解しなきゃ、そうやってね、もう何でもかんでも自分の中取り入れようとなってしまうと思います。これダメです。失敗するパターンです。いいですね。だから、この後講義の中でも私ね、これは絶対抑えてね。これはね、一応民法で規制されてるけど、もう飛ばしていいよ。
無視していいよ、そうやってメリハリをつけてね、お話してきます。で、私がお話をする範囲っていうのはやっぱり合格者レベルなんですよ。論文合格者レベルですね。論文合格者でも知らないところ、あるいは書けないところは思い切ってカットしますから、いいですね。そうやって民法一般について私はお話をするんじゃなくて、鑑定士の民法のお話を私はこれから全18回この合格基礎講座の中でお話をしてきますから、ぜひその辺ね、お間違いのないようにしてください。民法一般じゃありません。あくまでも鑑定士の民法ですからね。当然その範囲がかなり偏ってきます。ちょっと形としてはちょっといびつな、まあ、内容形になるかもしれません。全域じゃなくて、ここはこれだけ、ここはこんな感じね、ここはこれだけやってねって形でね、本当に試験に必要なところを示してきますからね。で、あと今度4番目、これね、六法です。六法ね、この条文が載ってるね、これ六法って言いますけども、六法の使用は認められてません。これが司法試験と違って厳しいんですよ。司法試験はね、通常六法を貸してくれるんですけども、鑑定士は昔からね、どういうわけかこの民法でね、使わせてくれなかったんですよ。ね。だけど、最近はね、幸いなことにご覧ください。この問題文の下に関連条文を載っけてくれるようになってますから。ね。ですから、これを見れば、一応ね、答案を書けるようになってますんで。で、さっきの、巻末でご覧いただいた平成27年のね、こちらちょっともう一回改めて見ておきたいんですけども、373ページですね。これ去年の平成27年度の2問目だったんですけど、これ問題文で、で次のページですね、これご覧いただきますと、問題文ここまでこれなんですよ。参考って形で民法のこういう条文、これを載っけてくれてますね。こういうことですね。六法は使わせてくれないけども、その代わりね、この関連する条文は問題文の下にね、こうやって乗っけてくれるっていうのが、今もうすっかり鑑定士の民法ではね、定着してます。これ1問目も2問目もともにね、問題文の下に今は関連する条文乗っけてくれてますから、だから心配しなくていいです、ね、でまたこれちょっとね、また後でまたね、特に答練ですね、合格基礎答練だとか論文実践答練だとか、皆さんが実際ね、こう答案を書く講座、これ答練って呼んでますけども、その答練の時にまたねお話しすることなんですけども、このね、問題文の下に関連する条文を挙げてくれてる、これはね非常に大きなヒントなんですよ。ヒントね、問題文を読んで、あれこれ何聞いてんのかなって分かんなくても、この条文を見れば論点が分かるじゃないですかね。だから今こうやって関連する条文、これ全部の条文じゃないですからね、これとか法定地条件、さっき言ったでしょ、あと利益相反、これと右のページです。これもう論点を教えてくれてるんですよ、条文で。この論点聞いてるからねって、これ試験員が教えてくれてるんですよ。だから最大のヒントになります。これまたね、答練になったらね、実際答案書く講座になったらまた皆さんにねお話してきますから、いいですね。なんとなく分かってきました、鑑定士と民法って、あ、全部をやるんじゃないんだな、かなり内容も偏ってんだな。で、出方が事例問題。ね。で、六法は使わせてくれないけど、一応条文載っけてくれてんだな。で、当然みんなね、やっぱり出来は悪いんだなと。ね。これお分かりになってと思います。出来悪いです。本当にね、この4科目、論文の4科目のうちの、特にこの民法ですね。民法については本当ね、論文受かった方でもね、なんかこう、先生、私民法もう大丈夫です。ね。っていう方いないんですね。ちょっと残念なんですけどね。まあ本当にね、でもそれがある意味、まあ、この鑑定士の民法の実態ですからね。だから皆さんもね、これ本当民法得意科目にして受かろうと思わなくていいですよ。いいですね。もう本当に論文受かった方でも本当にね、大したとは書いてませんからね。じゃあちょっと時間になりまして、ちょっとここでね、一息入れましょう。はい、それではですね、第2ユニットに入ってまいります。で、続きましてですね、大事な内容になります。ちょっとまたさらにね、さらにちょっと注意してご覧になっていってください。隣のページです。よいしょ、こちらね、右の対策ね、こちらのページご覧ください。よろしいですか。ここからさらにね、大事なことをまたお話をしてまいります。で、一応ここにも載っけといたんですけどもね、この対策ですね、この後結構ね、3ページですね、こちらこんな感じでね、ここまで続きますけども、ぜひここね、これから皆さんがね、勉強を始められた後でね、
勉強方法で悩んだら、ここをねぜひお読みいただきたいんですよ。ここに立ち返るようにしていただきたいんですよ。私の方でね、この対策ね、大事なポイントをね、これしっかりここにまとめて載っけておきましたんでね、勉強方法で悩んだらね、ここぜひご覧になってみてください。でまずいきますよ。まず丸1ね、これからね民法で合格答案を書くための対策としては1番目、講義をしっかり聞くってことです。講義ね。でちょっと1行目ご覧ください。で昔からね、昔から法律っていうのはね、これやっぱり独特の思考なんですよ。これ初めて勉強する方はね、おそらくね、今まで体験したことはねないであろう、そういうね考え方をこれね用いるんですよ。ですからこれね、独学になじまない、これ昔からよく言われるんですよ。私も大学法学部だったんですけども、やっぱり入った時にね、やっぱり先輩だとか、あるいは大学の先生からね、これ法律っていうのはね、自分で本読んでもねなかなか理解できないから、講義をしっかり聞いてくださいとね、その方が絶対近道だよって話をね再三聞かされました。でこれ実際私ね、自分の体験からもはっきり言えるんですけど、法律ね、これ特に皆さんの中でね初めてやるよっていう方はね、これまず独特のこのね考え方、独特の思考、これを抑えなきゃいけませんからね、ぜひ講義をしっかり聞いてください、ね、でまたちょっと2行目なんですけど、テキストね、これ自分で読んでね、これ分かんなくても、今言ったように講義聞くとね、これ本当は一発で理解できることも少なくないんですね。だからやっぱりまず講義を、特にこの合格基礎講座ね、ここで本当にね大事な基本的な内容をね一通りお話ししてまいりますから、しっかり聞いてください。でその時に注意してほしいのが、これからね分からないところはどんどん出てくると思うんですけども、その度にね立ち止まらないで、どんどん先に聞き進めてほしいんですよ。これが一つの大事なポイントなんですよ。どうもね、受講生さんの中にはね、一つわからないとすぐこう質問してくるって方多いんですけど、これだとね、本当に時間のロスです。これ。ね。で、よいしょ。ぜひね、わからない点につきましてはね、もう皆さんご存知の通り、教えてチューターっていうね、インターネットの質問制度、これレックの方で設けてますんで、これ使ってどんどんね、質問を寄せいただいて全然構わないんですけども、一箇所わかんないとすぐ質問って方たまにいらっしゃるんですが、これ本当に時間のロスです。で、どうしてかというと、法律ってね、これ全体がわかんないと、その部分の理解もできないようになってるんですよ。私もこの形したでしょ。これまあピラミッドなんですけど、ちょっとね図でお示しをしたいと思います。このね、この今ご覧いただいているページのこの右奥の余白ですね、ちょっと私図を描きます。こんなピラミッドね、ピラミッドの図をちょっと描いてご説明いたします。どういうことかっていうと、まあ、このピラミッド、この三角形ね、これが民法全体と思ってください。民法全体いいですね。1044条民法全体で、例えば今皆さんがこの左下を勉強しているとします、ね、だけど実は民法っていうのはね、非常に高度な論理学なんですよ。で全部が有機的につながっています。したがって自分としてはね、このピラミッドの中の左下のこの角を勉強してるつもりなんだけど、ここだけをやってもね、実は本当に正確な理解っていうのは得られないんですよ。他のこのてっぺんの角、ここね、あるいは右のこの角、こういうところも全部つながってますから、全部がわからないとこの左下のこの角の本当の理解も得られません。いいですか。だからもちろんとりあえずはね、とりあえずは一箇所一箇所こうやって勉強していくわけだけども、その場所に立ち止まらないでほしいんですよ。これはね、自分としてはこの左下やってるつもりだけど、ここだけやっても本当の理解得られませんから、全部が分かって、他の箇所もね全部が分かって、これ全部つながってますから、初めてこの今目の前でやっているこの一箇所の理解も初めて理解が得られるという構造になってるんですよ、これね。だから立ち止まらない、どん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 この講義もね、先に先に聞き進めてってください。でできればなる早で全18回は聞いてほしいんですよ。どうしてかというと、今言ってるようにね、全部がこのピラミッドつながってますから、後ろを聞くことによっ
って前の方も理解できるようになってんですよ。これだから最初の方聞いてよく分かんないということでね、立ち止まっちゃうと、これは本当に時間のロスですからね。で、分からない時はね、できれば鉛筆ですね、鉛筆でその箇所にねクエスチョンつけるといいですよ。合格基礎テキストのその箇所にね、分からないところにクエスチョンつけていく、これでいいんですよ。で、どん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 聞き進めていってください。立ち止まらない、いいですね。そうすると後ろを勉強するねことによって、初めて前の方も、あ、なんだこういうことだったのかっていう、そういう疑問がね、紹介することが少なくありません。いいですね。ね、だから後で消せるように鉛筆です。鉛筆でクエスチョンどんどんつけてください。おそらく最初はね、もういっぱいねクエスチョンだらけになると思いますけど、後で必ず消していきますから、消して行けますからね、疑問が紹介していきますから、心配しなくていい、いいですね。ピラミッド、ね、で、いきますよ。で、どんどん先に聞き進めてください。で、なるはやでとりあえず一回聞いてほしいです。いいですね。で、今お話した内容ここに上がってますんで、全体が分かって初めてその部分の本当の意味が分かるようになってんですよ。これが法律なんですよ。つながってんですよ。いいですね。で、次ね。で、欲を言えば、この合格基礎講座だけじゃなくて、今後ね、東連の解説講義だとか、あるいは必修論点総ざらい講座だとか、ね、このレックの民法の講座ですね、講座の講義は全部ね、できれば、一回だけじゃなくて複数回聞いてほしいです。私としてはこれは一回、もちろん一回聞くだけでも相当の時間かかるわけですけどもね、特に皆さんの中で初めて民法ね、法律を勉強するよって方はね、できれば複数回、できれば2回ぐらいはね、この合格基礎講座も聞いてほしいです。これそれが急がば回れですよ。急がば回れ、いいですね。これで実際論文受かった方たちね、うちの講座からレックから論文受かってた方たちの実際多くがね、通勤途中の例えば車の中だとか、そういう時間などにね、この DVD ですね、 DVD なんかをこうね聞いて勉強したって方は意外といらっしゃるんですね。あとで受かった後でね、個別にいろいろお話を伺うとね、あ、そこまでやってたのかとね、一回だけじゃないね、やっぱ論文を変える方たちは本当に隙間時間をうまく利用してね、やっぱ講義を聞いてます。これはいいですね、まあ、しっかり聞いてください、ね、で次、今度2点目なんですけども、この鑑定士の民法の勉強の対象は大別すると条文と論点です。これいいですね。で、この条文っていうのはこの後またね見ていきますけども、意義、趣旨、要件、そして効果の4つにこれ分類できるんですよ、条文って。またこの後見ていきますね。ちょっとここは軽くご覧になっておけば OK ですね。で、答案の中でね、この条文を正確に使いこなせるね、まあ、書けるってことね、ようになるためにはこれら4つをしっかり理解して覚えることが必要なんですよね。一口に条文って言ってもこの4つがあるんですよ。意義、趣旨、要件、効果、いいですね。で、試験で、この鑑定士試験で重要な条文、決して数多くないです、ね、条文自体はさっきご覧いただいたように全部で1044条あるんだけど、試験で出る条文って本当限られてるんですよ。本当にね、鑑定士の民法って出題が偏ってますから、全然心配しなくていいですからね。で、この意義、趣旨、要件、効果については合格基礎テキストにね、これ整理されてますんでね、この後またテキストで見ていきますけど、ぜひ活用してください。いいですね。一口に条文って言ってもこの4つを押さえていきますから、意義、趣旨、要件、効果、いいですね。あともう一つのね、勉強の対象である論点、これはね、先ほど来ね、論点って言ってますけども、一応ね、学術上ね、争いのある点、これを論点って言ってます。学術上ね、例えばあるね、ある東大の学者先生は A 説を主張している、それに対して京都大学のあるね、学者先生は B 説を主張しているとか、そういうやつですよ。そういう学術上争いのある点、これを論点って言ってます。で、その論点をまとめた教材が先ほど来ご覧いただいている合格民法なんですよ。で、全部で180個あったでしょ、あれ全部学術上争いのある論点なんですよ。で、本試験ではね、これも先ほど来申し上げてるでしょ、この論点を中心に出るんですよ、本試験が。これだから合格民法を覚えてそのままね、答案にペタッと、まあ切り張りじゃないけど
まあ、昔は切り貼りって言ったんです。今はもうコピペっていうんですかね、すればいいんですよこれね。で、すると、と次なんですよ、ちょっと注意してくださいね。するとどうしても鑑定士受験生の民法の勉強の大半はこの論点の学習ね、これですよ、論点を理解し論証を覚えて答案に書けるようにするね、この学習に費やすことになりますと。これも先ほど来申し上げてるでしょね。で、これはある意味しょうがないんですよ。本試験が論点を中心に出題される以上はこれはしょうがないんだと。でも次なんですよ、これ注意してくださいね。気をつけなければいけないのは合格基礎テキストを使っての条文の意義、趣旨、要件、効果の4つの学習をおろそかにして効果金民法だけを使って論点中心の勉強をやっても民法の本当の実力は絶対に身につきません。これはいいですね。で、詳しくはまあ講義の中でお話しますけどね。そもそも論点っていうのはね、これどういうものなのかというとね、先ほど上から見てね、上でお話しましたけど、いわゆるこれ学術上争いのある点、これは論点なんだけど、このそもそも論点っていうのは条文の不備ね、これ条文が規定してない隙間なんですよ、隙間ね。あるいは条文で規定はしてるんだけども、条文で規定してる言葉、これを文言って言いますね。今後もこの文言って言葉を使います。これ文言って読まないでくださいね、これ文言って読みます。言葉のこと、条文で規定してる言葉、これは文言って言うんですけど、この文言が不明確ね、どうしても条文の文言って抽象的に規定せざるを得ないでしょ。だからどうしても不明確ね、等の理由からこの論点って生まれてくるんですよ。だから言い換えるとね、これから勉強していく論点っていうのはね、条文の隙間なんですよ。隙間なの。条文がしっかりと整備されてる、あるいは条文の文言が明確であれば、その条文を当てはめればもう終わりなわけですよ。それによって紛争は解決できる。ところが条文がない、規定がない、あるいは条文はあるけど、あれこれこのケースで適用していいのかどうか必ずしも文言から明らかでない、こういう場合に生まれてくるのが論点なんですよ。いいですね。で、ちょっと続きますよ。したがってちょっと次のページをご覧ください。これね、だから言い換えると論点っていうのは今お話したように条文から派生するものなんですよ。そういうことなんですよ。これはしたがって条文の意義、趣旨、要件、効果の4つを無視して論点だけを勉強してもその論点の正確な理解は得られないんですよと。やっぱり条文から論点生まれるからですよ。だからそのね、大元である条文をおろそかにしてその論点の理解正確にねするなんてできない、そういうことなんですよ。よろしいですね。ですからと、これ結論です。論点だけでなくね、もちろん論点が勉強の中心にはなりますがと、ね、試験で重要な条文の意義、趣旨、要件、効果、ね、この4点についても合わせてしっかりと勉強していってくださいと、そういうことです。いいですね。で、これね、今日も冒頭からお話してるんですけど、本当にね、最終的には効果金民法の論証を覚えてそれを答案に書ければ十分合格とはなりますけども、これ本当にね、一部の方ですね、例えば司法試験で民法をやったよ、あるいは司法書士試験で民法をやったよっていう、そういうね、本当に民法を専門的に勉強した方以外はね、このいきなり効果金民法を使ってもね、あまり効果がないです、ね、また危険ですからね、急がば回れじゃないですけども、まずは合格基礎テキストをしっかりやる、その後に効果金民法に移ってください。いいですね。この順番は厳守してください ね。で、次、この3点目ね。じゃあこの両者の関係ね、もう今もすでにねお話してきてますけども、まずは合格基礎講座でこの合格基礎テキストを使ってね、この試験で重要な条文の意義、趣旨、要件、効果の4つと、あと論点の一部です。一部ね、本当は全部も一緒に、できればこの効果金民法もね、この合格基礎講座内でやりたいんですけど、やっぱり時間の関係があるんですね。従いまして、やっぱりどうしてもこの合格基礎講座の中では合格基礎テキスト、これが中心にならざるを得ません。で、この条文の意義、趣旨、要件、効果の4つと、あと論点の一部ですね、これを勉強していきますから、いいですね。一応ここにね書いておりますけど、どうしてもね時間の関係で全18コマだとね、やっぱり合格民法の論点一個一個について説明していくまではちょっとね足りないです、時間がね。これはよろしいでしょうか、ね、で、合格基礎テキスト中のいいですか、重要な箇所ね、これから使っていくこの合格基礎テキスト中の重要な箇所は講義中にね、講義中に私の方でマーカー等でね、印をつけてきます。
あるいは赤ペンでどんどん書き込んでいきますから、そこだけを押さえていかれれば OK ですから、いいですね。で、皆さんの中でね、レックの担当の講座ですね、特にまあ行政法規、ね、私の講義お聞きになった方はね、あれ、この民法の講義の仕方、どうも行政法規の時と違うなということはね、すぐお気づきになると思います。行政法規の時はね、もう試験で出るところをピンクのマーカーでね、もうテキストの中ピンクのマーカーでこう塗ってってお示しをして、ここだけ覚えてくださいねって感じでやったでしょ、ね、またあれで十分なわけですよ。もう行政法規を覚えるだけなんで、試験で出そうなところをピンクのマーカーでお示しをして覚えてもらった、ね、だけど民法は違うんですよ。またこの後お話しますけども、民法は暗記だけでは合格答案絶対書けません。理解なんですよ。理解する。ね。従いまして、この後ね、合格基礎テキスト使ってお話してきますけど、ピンクのマーカーでね、絶対ここ覚えてねっていうところはお示ししてきますけど、数はかなり限られます。あんまり行政法規の時みたいにもテキストの至るところにね、ピンクのマーカーでお示しするようなことはしてませんので、ね、もうピンクのマーカーのとこはね、絶対覚えてほしいということでお示しはしてきますけど、行政法規ほど多くありませんから、ね、むしろどんどんテキストに赤ペンで書き込んで皆さんに理解してもらう、その辺に重点を置いて私喋っていきますから、ね、従いまして行政法規の講義をね、お聞きになってこられた方はちょっとその辺頭ちょっと切り替えておいてください。あれ、なんかピンクのマーカー少ないなと、ね、そうじゃないんですよ。ピンクのマーカーのところは最小限絶対覚えてほしいところなんだけども、それだけじゃなくて他の箇所についてはね、しっかりと理解してほしいってことで、ね、私の方でお話をしてきますから、ぜひそこも含めてしっかり聞いていってほしいんですね。またその時にお話します。いいですね。行政法規と違いますからね。で、次にと、ね、で、合格基礎講座を聞き終えたら、合格基礎講座で得た知識理解をもとにご自分でどんどん効果的民法ですね、これをやっていってください。で、これもね、もう先ほど来申し上げている通りね、これ重要度4段階で表示されているんですけどね、この上位2つですね、ダブル A とシングル A、 この2種類だけやればいいですから、いいですね。だから B と C はもう飛ばしちゃってください。ここ一応書いておきました。いいですね、いいですね。で、最終的には効果的民法に計算されている論点の理解を理解暗記して、それを答案に書けるようにすれば十分な合格答案になりますよってことでね。で、その意味でいいですか、整理しますよ。最初は入門用としてこの合格基礎テキストを使ってください。で、その後は効果的民法にね、これ中心を中心に使っていただいてね、こちらにシフトしていただいて、合格基礎テキストはあとはね、これ知識の確認用、いわば参考書としてね、使っていってくださいね。これもさっきお話しいたしました。よろしいですね。こちらは、これは3点目ね。で、次4点目です。無駄な勉強はしないと。なんだ、当たり前じゃんとね、皆さん言われるかと思うんですけど、これね、意外とね、最初はね、皆さん意識されるんだけど、勉強が進んでいくとだんだんね、この辺の意識が薄れる方は少なくないんですよ。で、ちょっとご覧ください。論文試験は当然ながら書面審査です。当たり前ですよね。鑑定士の場合、これ面接試験ありません。これね、論文は書面審査です。論文を書いてそれをね、採点してもらって、評価してもらって、それで合否を決めるとね。だから全部書面を通じてでしか自分の実力アピールできないんですよ。いいですね。で、この書面審査っていうことで、答案用紙上に表現されたものが全てなんですよ。いいですね。で、逆に言うとどんなにね、例えばその論点を深く勉強したね、例えば A 説 B 説いろんな学者の見解まで勉強したとしても、答案用紙上に表現できなかったら無価値です。そうですよね。そうでしょ。書面審査なんだから、答案上に現れたものが全てなんですよ。だからたとえどんなに自分の頭の中ではね、その論点についての理解を深め、また知識をね、たくさん持ったとしても、答案上に書けなかったらもうゼロなんですよ、それは。だから、いいですか、次ですよ。勉強に際しては常に今勉強している内容を答案にどのように書くのかと、これを意識してくださいと。これが大事なんですよ、ね、で、これをね、いつも意識していけば当然無駄な勉強しなくなります。そうでしょ。答案に書けないことはもうやりませんから、ね、これ
本当にね、最初は意識するんだけど、だんだん勉強が進んでいくと、どん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 深みに入っていく人が少なくないんですよ。これ無駄ですから。勉強の無駄です。答案に書けないことは全部無駄。いいですね。これは意識しておいてください。ね。決して、もっとちょっと厳しい言い方になるけど、自己満足の勉強しないでください。ね。よくね、教えてチューターなんかでね、じゃあ先生、この学説のね、欠点を教えてくださいだとか、ね。この他のいろんな学説、内容を教えてくださいだとか、そういう質問たまにね、もらうんですけど、意味ないです。書けませんから、こんなのは。また書く必要もない。だから無駄な勉強ってこと。よろしいですね。これ大事ですよ。本当にね、無駄な勉強しない。で、次。で、今度5番目ね。民法の勉強の9割は理解なんですよ。理解。で、残り1割が暗記と思ってください。ちょっとこれは極端なね、あの表現なんですけど、本当にね、私の中では本当こんな感じですね。これ決してね、覚える量が少ないって意味じゃないんですよ。覚える量も結構ありますよ、民法は。ね。あの、鑑定士の民法の場合、かなり出題の内容は偏ってる。ね。っていうのは先ほどで申し上げてるんですけども、それでもやっぱり覚えなきゃいけない量はかなりあるんですよ。でも、覚えるのが1割としたら、むしろその前提の理解する勉強が9割ってことなんですよ、これ。これ。で、いきますよ。法律学はね、先ほど来申し上げている通り、これ高度な論理学です。ですから学習する場合には常に、なぜ、どうして、と理由を考えてほしいんですよ。これ極端なこと言うとね、私昔法学部の時にやっぱり、あの、大学の先生に言われたのが、法律の文章ってね、1行読んだら、なぜ、どうしてって考えろって言われました。ね。そういう学問なんだと。なぜの学問なんだと言われました。これ。で、その理由を考える癖が身につくと、法律って本当にね、理解が飛躍的に進むんですよ。すると、いいですか？暗記する分量が劇的に減ります、これ。それが上の9割は理解、1割が暗記ってことなんですよ。本当にね、理解すると、暗記する量が劇的に減りますから、これは。これはもう断言します。だから理解が前提。そうすると本当あとはね、ある程度理解が出てくると、あとはそれがね、こう質的に変化してね、あとはもう最後パズルみたいになるんですよ、法律って。一定の量まで我慢ですよ、もちろんね、最初どんな学問でもそうなんだけど、ある程度までね、しっかり理解していくと、ある日を境にしてね、劇的にその自分が勉強した内容が変わって、質的に変化して、あとはその身につけたものを使って、あ、このケースだったらこれかな、この場合だったらこれかなって形で、本当にあとはね、パズルみたいに当てはめていくだけなんですよ。そうすると最後本当にね、覚える勉強が本当にね、ごくわずかで済みます。本当なんですよ、これ。ちょっとね、騙されたと思ってちょっとやってみてください。とにかく理解ね。ところが、ちょっと申し訳ない言い方になりますけど、鑑定士のね、受験生の方ってね、まあもともと鑑定士試験が、まあ暗記中心のね、試験だってこともあるんでしょうけども、いきなり暗記から入る方は少なくないんですよ。確かにね、いきなり暗記から入れば、ね、もうなんかこう無駄な勉強してないというふうに、そういう気持ちになるのかもしれないけど、民法は先ほど来申し上げている通り、いきなり暗記から言ったら間違いなく失敗します。これは。これ論理学なんで。しっかりと理解して、その論理のね、使い方、ね、これをしっかりと抑えないと、民法はいつまで経っても、これ得意科目になりませんから。いいですね。で、本当にね、しっかり理解すると、覚える量が劇的に減りますから。これはぜひね、最終的に皆さんに体感してほしいですね。いいですね。もちろん覚えることは覚えますよ。量も結構あるけども、これ、最後は本当に覚える量は最小限で済みます。とにかく、理解。1に理解。2に理解。で、3、4がなくて、まあ、5が暗記って。そんな感じですね。騙されたと思ってやってみてください。いいですね。こちら。で、最後ね、これね、民法の暗記事項自体は、まあ少なくないけども、理解に裏打ちされると、理解しやすく、ね。あと、これ、忘れにくくなるよ。これが法律、民法に限りません。法律の特徴なんですよ。それが民法の勉強の、こちら。9割が理解。1割が暗記の意味ですよ、ということで。ね。だから本当にね、さすがに皆さんもね、1行読んですぐなぜだろう、どうしだろう、まではいかないかもしれませんけど、ね。でもこれ実際私ね、大学時代、やっぱり恩師から言われたんですよ。1行読んだらなぜかと。なんでこういうふうに結論になるのか。なんでこういうふうに言えるのか。その理由を考えろ。ね。法律ってのは説得の学問だと。裁判になった時にね、
この原告被告、ね、この両者を裁判官を説得しなきゃいけない、その道具が法律なんだよと。だから常に、ね、こうだからこうなんですと理由を説明して喋れないと、また文章を書けないと当然当事者は納得しないだろう、それを言われたんですよ。もう何十年、もう30年以上前ですかね、本当に大学時代言われました。だから一行読んではなぜだろう、どうしたろう、考えろよと言われました、ね、ちょっと軽く頭の片隅に留めておいてください、ね、であと最後、今度、6番目ね、高得点は狙う必要ないですよってこと、ね、で民法っていうのは本当にね、司法試験等で専門的に勉強した方以外ね、まず高得点取れません、これは、ね、でこれ2通で100点でしょ、民法は100点、ね、だけどこれね、100点中80点から90点っていう、そういう高いレベルの競争じゃないんですよ、民法は。鑑定士の民法は。これ。低いレベル。で、ちょっとこうゴシックにしたんですけど、100点中ね、そうですね、大体合格者の再現答案とか見てもわかるんだけど、40点から50点ぐらいでの低いレベルでの競争なんですよ。これが鑑定士の民法の実態なんですよ。だから、いいですか？多くの受験生が書けるような基本論点。ね、何回も言いますけど、降格民法でいくと AA とシングル A の2種類レベルについてだけしっかり準備すれば、ね、この 40、50点はいきますから、ね、OK なんですよ、それで十分だよ、ね、でそれ以外の論点や問題が出てもほとんどの受験生が書けないので差がつかないよ。これはもう去年のね、平成27年の2問目、ね、あの利益相反が出たけどみんな書けなかったから全然気にしなくていいんだよって話したでしょ、あれなんですよ。で、7番。これでおしまいですね。形式面を軽視しないでってこと。どういうことかっていうと、民法、ね、まあこれ法律なんですけど、法律には独特の表現があります。これ、ね、これおいおい勉強してまいります。ね、で、また、独特の答案の書き方もんですよ。法律特有の答案の書き方ってあります。これ経済学、会計学、鑑定理論と全然違うんですよ。ね。だから、これね、形式面。ね、この後私、特に答練ですね。答練が始まったら特に答案の書き方とかね、まあ、かなり口を酸っぱくして注意点をね、またいろいろお話してきますけども、その前提でね、この法律、この合格基礎講座の中でね、法律を勉強するときにも、この独特の表現、これは意識して勉強してほしいんですよ。これは。ね、で、ところがと、答練等で受験生の答案採点してるとね、もう私今でも本当にね、もう何万通か答案採点してきましたけど、本当にね、自分勝手な表現使ってる人がね、これ、あるいは自分勝手な答案の書き方する人がね、結構いらっしゃるんですよ、これ。で、これは申し訳ないけども、残念ながら本番では高い評価得られません。なぜかというと、ルール守ってないからです。法律っていうのはルールでしょ。当然、独特の書き方っていうのがあるんですよ。これがルールなんですよ。ところが実際受験生の皆さんがそのルール守んない、これで本当にその法律を勉強したって言えますかってことですよ。当然本番ではね、一流の学者である試験員が採点します。申し訳ないけど皆さん答案1だいたい2行ぐらい読んだ時点でもう皆さん丸裸にされちゃいますよ。実力をもう、ね、スパッと見抜かれちゃいます。私もある程度わかります。私はさすがに1、2行とまでいきませんけど、だいたい3、4行読めばね、皆さん答案3、4行読めば、ああこの人全然できないなとか、あこの人結構やってるじゃん、後でわかりますね。もう本当にね、それぐらいもう端的にね、なんていうんですかね、実力っていうのは分かっちゃいます。それはその法律特有の表現で分かっちゃうんですよ。この人はちゃんと法律特有の表現ね、使ってるなとか、法律特有の書き方してるなと、もう数行読んだ時点でそれも分かりますから、やっぱりそういうことなんですよ。ね。いいですね。で、まあ、合にいれば、まあ、合に従えと。ね。法律の答案書くんであればね、これ、ぜひ、そういうね、法律特有の表現、また法律の答案特有の書き方、ね。これをぜひ、しっかりと、ね、やってください。ちゃんと踏んでください。いいですね。だから、形式面もおろそかにしないでください。ということです。これ、本当にね、申し訳ないけど、長期受験生の方に多く見られますね。毎年ね、勉強する。毎年当連。うちのね、レックの当連受けるんだけど、毎年変わんない。私、一生懸命赤ペンで添削して直すんですよ。これダメですよ。この表現ダメですよってやっても、なかなか直んない方は、やっぱりどうしてもね、時間かかっちゃいますから。よろしいですね。まあ、以上ですね。まあ、いろいろね、かなり手厳しいことも私言ってきましたけど、ね、一応注意点
ね、これから勉強していくにあたって大事なポイントを皆さんにね、今お話をしましたんで、これを踏まえていよいよですね、ちょっとこの後10分間休憩を挟みますけども、その後このテキストを使って中身に入っていきます。いいですね、心の準備は大丈夫でしょうかね。じゃあしっかりと見ていきましょう。じゃあとりあえず10分間休憩を取ります。お休みください。はい、それでですね、後半の第3ユニットに入ってまいります。で、中身入っていきましょうね。1ページ開けてください。よいしょ、こちらね、よろしいでしょうか。この合格基礎テキストの1ページですね。この民法の考え方ね、ここのページを開けてください。よろしいでしょうかね。で、まずよいしょ、この民法の考え方っていうところなんですけども、この帯番号1番のところですね、民法とはどのような法律かというところをご覧ください。で、ここに上がってる図ですね、これが民法の全体像です。民法の全体像ね、こんな感じです。で、一応右下にですね、ちょっと米印でね、一応これ載っけといたんですけど、民法の学習に際しては、まあ、常にね、この図を意識することが重要ですっていうことで、要するに常にね、この全体像ですね、全体像を意識しながら、今自分が果たしてどこを勉強しているのかね、これを意識してください。そういう意味です。さっき言いましたようにね、民法ってのはもう全部つながってますからね。ですから今自分が勉強しているときに、全体の中の果たしてどの部分、このね、物件格論の今このね、所有権を勉強しているのか、あるいは債権格論の中の契約総論ね、ここを勉強しているのか、その辺の自分が今勉強しているその位置づけを意識してくださいってことなんですね。いいですね。で、一応全体像がご覧のようになってますね。これさっき前の方ね、前半でもお話をしましたけども、一応頭にですね、この民法総則っていうのが来ます。これいいですね。で、その下に財産法と家族法ね、これ以前はね、これ身分法って言い方する場合もあったんですよ。身分法、よいしょね、これ、ただこの身分法ね、従来は身分法、身分法って言ってたんですよ。この親族相続をね、これ合わせて身分法って呼んでたんだけど、ただ今日ではね、ちょっとこの身分っていうのはちょっとこう差別的な意味があるっていうね、そういうことであんまりこれね、最近は身分法って言わないで、家族法、家族法っていうのがまあ一般的になってきてますね。で、一応大別すると財産法と家族法で、試験の重点はね、こっちです。財産法、ね、で、この財産法についてはご覧のように物件って言われる分野と債権って言われる分野、ここに二分されます。いいですね。そうするとこれから勉強していく中心は相続、ね、でさらには財産法の中の物件と債権、これが、ね、このゴシックにしてある方ですね、これがこれから勉強していく内容の柱になってきます。で、それに対してこの右の家族法ね、こちら、これは一応ね、これ試験範囲には入ってるけどもね、こちらは基本的にね、あまり出ないっていう意識で結構です。これ国交省が願書の中でね、民法については一応ね、この相続ね、あと物件債権ね、この財産法、こちらから出すよってことをはっきりとね、明記してますからね、こちらから主に出すよ、これ国交省願書の中ではっきりこれね、明記してますんで、ですから勉強の柱はこちらね、いわば財産法と思っていてください。ところが、まあ、去年なんですけど、さっきもね、あの利益相反行為が出たよって言ったでしょ、あれね、あれ実はここなんですよ、この親族っていうものにね、この中の規定なんですよ。ですから全く出ないっていうわけじゃありませんけど、出ても、でもね、先ほど何回も申し上げている通り、出ても基本こっちはみんな勉強してませんからね、国交省がこっちから出すよ、財産法から出すよって言ってて、だから実際去年ですね、あの利益相反が出たっていうことで、かなりね、あの、まあ、受験生の方からブーイングも出てるんですよ、ね、従いまして一応こちらもね、家族法も範囲には入ってるけどもね、こちらあんまり出ないんだなという意識で結構です、ね、こちらは。ただ
これからね具体的にこの中身勉強していた時に、実は論点によってはね、論点によっては財産法と家族法が被るような論点はあります。それはねやっぱり見てきますから、だから心配しなくていいです。ですから今後ね財産法と家族法ね、これ被る論点は見てきますから、その限度で家族法もやってきますから心配しなくていいです。よしですね。ただどこまで行っても柱は左側の財産法、物件債権、そして相続、よしですね、こちらになりますんで、これはちょっとね頭の片隅に留めておいてください。でちょっとここ大きくしますけども、この財産法っていうのは物件と債権、これ二分されます。で一応ねここ見ていただきたいんですけど、物件のところなんですけど、まず1個目の黒ポッチが物件総論で、その下が物件各論で、この物件各論の中身がご覧のように占有権、所有権、用益物件、担保物件というふうになってるんですね。で今度右の債権の方をご覧いただくと、やっぱりこれもまず頭に債権総論、わかります？左の物件も物件総論、これね、これ民法の規定の特徴なんですよ。まず総論を規定してから各論、具体的な中身を規定する。こちら債権もそうです。債権各論ってことで、契約総論ね、契約各論、事務管理不当利得不法行為ってことで、これが民法の規定の特徴なんですよ。もうちょっと言うと、この右の債権ちょっと見ていただきたいのが、債権総論と債権各論に分かれるでしょ。で債権各論の中も実を言うと契約総論っていうのと契約各論っていうのに分かれるんですよ。こんな感じで、ね、でこれがね、いわば民法の規定の特徴です。まず総論的なもの、総論って分かりますよね。いわゆる共通項です。具体的なものの共通項を総論って形で規定して、その下に各論って形で具体的な規定を超えてね定めていく、これが民法の規定の特徴なんですよ。でこれはね、さっきもお話ししましたけど、時間があるときにねパラパラと条文ですね、条文の目次とかご覧になっておかれると、あなるほどねと、とにかく総論各論、総論各論ね、こんな形で規定するのが民法の特徴なんだな、ね、そういうのを意識しておかれるとね、条文引くのがね早くなりますから、ね、ちょっとこれも頭の片隅に留めておいてください、ね、こんな感じいいですね。であと即中のコメントですね、ここも先ほど来申し上げている通りです。財産法がメインだよ、ね、よろしいでしょうか。であとこの同じ即中の下のコメント、ね、これも先ほど来、ね、お話している内容です。私たちの身近な、ね、法律上のトラブル、これを解決するための道具が民法だよということでいいですよね。であとねこの図の下なんですけども、特にピンクのマーカーでお示ししてないんで、ね、さっきも言いましたけど本当に覚えてほしいところはね、もうあらかじめピンクのマーカーでお示ししてるんでね。ってことは逆に言うと、ここはねとりあえず一回頭通しとけばいいです、ね、ここはね答案で書く内容じゃないんですよ。民法の答案で書くのような内容じゃありませんので、とりあえずこれからちょっとざっと見てきますけど、ざっと一回目通していただければそれで OK です、ね、だからちょっとねまあ、ちょっと気楽にちょっと見ていってください。ちょっと抽象的な、ね、内容も出てきますけども、ちょっといきますよ。1行目ね。民法は基本的に私人、ね。私人っていうのは国、あるいは地方公共団体等のいわゆる公的機関以外のいわゆる一般市民。ね、私たちですよ。私たち。ね、私、豊岡だとか、ね、A さんだとか B さんだとか、そういう一般市民を私人って呼ぶんですよ。私人、私的な人、私的な人、公的じゃない私的な人ね。と私人と私人との横の関係を扱う法律、これを司法って呼んでます。司法ね、これね大学の法学部とか入るとね、法学っていうね科目があって、そこでよくこういうの勉強するんですね。いわゆる法律の一番最初の入門的な内容なんですよ。だからとりあえずここはざっとね、一回目通しておけばいいです。ここ行きますよ。で私人と私人との横の関係を扱う法律、これを司法って呼んでます。でこの司法の一般法ね、一般法である、これね、こちらですね、こちら、これが民法だよ、ね、ごめんなさい、ちょっとこれ主語が民法ね、なんかここかごめんなさい、自分で書いといてね、これ括弧があまりにも多すぎてだんだん分からなくなりましたけどね。民法っていうのは基本的に私人、
夫主人との横の関係を扱う司法の一般法、ね、であるということです。これじゃあ特別法って何なのかっていうと、やっぱり横の関係であることは同じなんだけど、ね、司法ですから。ただこれ商法だとか労働法だとかね、これ規律する対象がね、これやっぱり変わってくるんですよ。一般市民じゃなくてね、これ労働法であればこれ労働関係ってことでね、これ対象が変わってくる。したがってこういうのを特別法って呼んでますね。全ての私人じゃないんですね。対象が変わってくる。商法であれば商人だとかね、あるいは会社だとか、そういうのが出てくるんですね。まあこの辺はざっと見とけばいいです。で、あと逆に国地方公共団体等とね、こういう公的機関と私人との縦の関係を扱う法律を公法って言います。例としては憲法だとか刑法だとかね、こういうのを公法って言います。で、その辺をまとめたのがね、ちょっと次のページご覧ください。この図です。なんとこの図最初見せろよとね、これ見ればなんとなくわかるでしょ。なんか文章で説明するとピンとこないかもしれませんけども、国地方公共団体等の公的機関と盾です。盾ね、私たち一般市民、これを私人って呼んでますね。盾の関係、これを規律する法律を公法って言います。公の法、憲法だとか刑法だとかね、とか私たちが犯罪を犯したね、であればこの公法の一つである刑法が適用されます。その時にお上が動くでしょ、警察が動くじゃないですか。そういうことなんですよ。だからこの刑法のような法律はね、この公的機関、国地方公共団体等の公的機関と私たち一般市民である私人との縦の関係を規律する法律ってことで公法って言われてます。これ刑法なんかがまさにその典型例ですね。人を殺した、人のものを盗んだ、その時に刑法が適用されます。その時に警察が出てくるでしょ。警察はこっちですよ。国地方公共団体等の公的機関ですからね、でそれに対して民法はこれなんですよ。私たち一般私人ね、この私人の横の関係、ね、これを規律する法律の一つです。司法、それが民法だよ、ね、したがってこの民法の場合横の関係ですから、あくまでも登場人物は私たち一般市民だけなんですよ。したがって警察は出てきません。こういう公的機関出てきません。これが公法と私法とのね、一番わかりやすい、まあ、特徴ですね。これです。違いなんですよ。特徴の違いですね。いいですね。ですからこの後民法を勉強していきますけど、民法ってあくまでも私たち一般市民のこの横の関係を規律する法律なんでね、基本的にこういう警察だとかお上は出てきません。これはいいですね。あくまでも私たちこれ私人っていうのは横の関係ですから、私たち市民しか出てきません。いいですね。ただ一点気をつけてほしいのが、私たちね、この私人と私人との関係を規律する法律、これ民法ですけど、私たちだけで解決がつかないね、この私人と私人との間でね、これ解決できれば問題ないわけですよ。だけどどうしても解決できないときには、この事件を裁判所に持ち込みます。その時はもちろんこのね、お上である裁判所が出てくるんだけど、それは最終手段なんですよ。普段は出てきません。いいですね。だからやっぱり民法っていうのは司法です、ね、この私人と私人の横の関係を規律する法律ってことで、これ司法になりますから。よしですね。その点ちょっとね、勘違いなさらないでください。あれ裁判所出てくるじゃんって、あれは最終手段なんですよ。普段は出てきません。あくまでも私たち一般市民である私人と私人、ね、これしか登場人物出てきませんから。よしですね、まあ、ちょっとこれはね、本当に法学概論的なお話なんでね、ちょっと軽く聞いておいていただければいいです。で、この司法の中で一般法である民法と、あとね、あの商人だとか会社だとか、そういう特別なね、対象を規定する特別法である商法、あるいは労働法だとかね、まあ、その辺がちょっと分類できるよ、まあ、これも一回頭通しておけば OK なんでね。で、あとその辺の説明ですね、即中のコメントに上がってますんでね、この辺後でざーっと見ておいていただければ OK です。ここで一応ね、警察出てきますんでこんな感じでね、ここでざっと一回お読みになっておけば OK です。いいですね。で、ちょっとここからちょっと今皆さんね、これピンクが目に入ってと思いますけど、うんとね、あ、これ覚えなきゃいけないのかなということでね、これちょっと覚えていただきたいんで、ちょっとこの後ね、見ていきます。で、この図のすぐ下ご覧ください。民法はまず民法全体に共通する内容を定めた総則。いいですね。
これは一応あの財産法と家族法両者に共通するんですね。ちょっとさっきの前のページご覧ください。こちらね、これ相続ってこの後ね勉強してきます。意思表示だとか代理だとかあるいは時効だとかね、これ宅建やられた方もねまたご記憶にあろうかと思いますけども、これ一応ですね、これ相続っていうのは財産法と家族法両者に共通するんですよ、これね。ただどちらかというと財産法的な色彩の方が、ね、強いです。内容の規定とか見てみるとこちらの財産法、ね、とやっぱりかなり、ね、あの接着性って言いますかね、親密性は高いですね。もちろん家族法にも適用されますけども、ね、一応これから勉強していく意思表示、代理、そして時効、ね、この相続っていうのは一応財産法と家族法両者の、まあ、共通項ではあるけども、この財産法と、ね、絡む場合が多いなっていうそのイメージをお持ちになっておいてください、ね、実際鑑定士試験で出ます、ね、この財産法に絡めて聞いてきますんで、ね、であともう一回ちょっと戻っていただいて、でこの相続の下に財産法と家族法の2つに大きく分かれるよ。で財産法はね、さっき前のページでご覧いただいたように物件と債権の2つに、ね、でさらに家族法は親族と相続の2つにそれぞれ分かれるよということで、ね、これも民法の、まあ、全体像ということで軽く頭入れておいてくださいね、これね。でいきますよ。この財産法は物件債権という財産関係の権利を対象とするものであり、ね、ここはマークしておいてください。これは覚えておいてください。物件とは物に対する権利、債権とは人に対する権利を言います。いいですね。もうこれ名前の通りです。ちょっと大きくします。物件っていうのは物件の物っていうのは物でしょ。だから物に対する権利、これです。いいですね。で債権、この債権のこの漢字よく見ていただきたいんですけど、これ人弁でしょ。人弁、これ人を指すでしょ。人弁って、だから人に対する権利ってことで、いいですね。これは覚えておいてください。この後もう数えきれないくらいこの物件とか債権とか扱いますから、よろしいですね、これね。でちょっと今度その下行っていただいて、でまずこの物件は物件全体に共通する物件総論、これ条文でいくと175条から179条ですね、が規定されて、その下にこの物件格論としてね、事実上の支配権に過ぎない占有権、これ180条から205条で、あと全面的な支配権、これ一番強力なんですね。また後でね詳しくありますけども、これ所有権って言います。これが206条から264条で、他人の土地を借りる権利である用益物件っていうのがあります。これ地上権、栄枯作権、そして地域権ね、条文番号でいくと265条から294条で、あと債権担保、担保ってのはこれ皆さんお分かりと思います。保証するってこと、保証するね、要するにお金を借りる、銀行からお金を借りる、その時の担保ね、これ保証って意味ですね、これいいですよね。の手段である担保物件ね、留置権、先取り特権、質権、抵当権ね、これ宅建でね、宅建をやられた方はこの抵当権はねまだご記憶にあろうかと思います。これ債権担保の手段です。銀行からお金を借りる、その時にね自分の財産、土地あるいは建物をね、これ担保として差し出す、でその時にこの抵当権っていうこの権利をね、これ設定するんでしたね。これまた詳しくやりますから後でね。で条文としてはね、295条から398条の22、ここに規定されています。これが物件ですね。この辺ざっとね、いいですよ、とりあえず一回ざっと目通しておいていただければいいですからね。で次で、今度債権です。債権はまず債権全体に共通する債権総論、これが399条から520条に規定されて、でその下にね、その後に債権格論として、まず契約一般に共通する内容を定めた契約総論、521条から548条ね、でその後に今度売買等13種類の具体的な契約について定めた契約格論、これは549条から696条ね。これちなみにこの契約格論のところにね、売買だとか賃貸借だとか全部でね、一応ここに上がっているように13種類の契約がね、これ規定されてるんですよ。規定されてるね。これまた後でやりますね。これ典型契約って言いますけど、これ一つのね例でしかないんですよ。
契約ってこの13種類しか認められて いるわけじゃなくて、他にもいくらでもね、私たちがね、これ自由に契約って作れます。これこの後勉強してきます。これ契約自由の原則って言ってね、したがって民法が規定している13種類ってあくまでも一つのサンプルなんですよ。サンプルです。また後で詳しく勉強していきます。これが549条から、696条ね。で、あとこの後にですね、契約に基づかない法律関係ね、こういうのを勉強します。これちょっとね、ちょっと次元が違うなとね、ちょっと別次元の内容になってくるな、ちょっとそのイメージ持っておいてください。この後またこれ詳しく見ていきますけども、契約に基づかないね、通常は契約を結ぶんですよ。私たちのね、この通常の生活っていうのは契約に基づいてるでしょ、ね、だけど契約に基づかないで法律関係が発生する場合があるんですよ。だからちょっと次元が違うなと、ちょっとそのイメージだけお持ちになっておいてください。でその例として、事務管理ね、不当利得、そして不法行為っていうのがありますね。これもまた後でやってきます。この不法行為っていうのはね、これ宅建でやられた方もね、まだねご記憶にあろうかと思いますけど、これ違法な行為なんですよ。不法っていうのは、違法です。違法ね、不法って違法だ、違法って意味だから違法な行為ね、これを不法行為って呼んでます。いいですね。これまた後でいろいろねやっていきますね。例えばさっき上の図で勉強した公法、公の法の一種類である刑法ってやったでしょ。刑罰の刑の法、刑法ね。これ見るとね、刑法って結構私個人的に昔好きだったんですけど、これ見るとね、罪名が出てくるんですよ。人を殺すと殺人罪ね、人のものを盗むと窃盗罪ね、こんな感じでね、ことごとくこの罪名が規定されています。要するに悪い行為、違法な行為について全部罪名が規定されている。これを規定しているのが刑法なんですよ。公法の一種類である刑法ね。ところが民法はね、どんな悪いことをやってもね、罪名が出てきません。人を殺してもね、刑法だったら殺人罪って言いますけど、民法だったら不法行為って言うんですよ。人のものを盗んだ、これ刑法だったらさっき言ったように窃盗罪ですけど、民法ではやっぱり不法行為って言います、ね、したがってこれ知っといてください、ね、また後で詳しくやりますけども、違法な行為は民法では全部不法行為って言います。不法行為、罪名出てきません。これが刑法との違いなんですね。これはいいですね。ちょっと軽く頭入れておいてください。またね、後々詳しくやりますからね。いいですね。で、条文的には709条から724条、こんな感じです。で、以上がいわゆる財産法でした。財産法、いいですね、こちら。で、あとがもう皆さんお気づきだと思いますけど、後半が家族法です。家族法で、家族関係の権利を対象とするものであり、これは親子関係ね、あるいは夫婦もそうです。夫婦なんかもそうね、などの権利を対象とする、これ親族ね、条文は725条から881条ね、これ親族と、あともう一個が親が死んでその子供が相続で、ちょっと次のページ行ってください。よいしょ、こちらね、相続した場合の権利などを対象とする相続、これが882条から一番最後の1044条までに規定されてますね。家族法は親族と相続に分かれるよ、そういうことですね。こちらよろしいでしょうかね。まあ、今ご覧いただいたところですね、この辺はね、とにかくこの物件の定義、あと債権の定義、ここだけちょっとね、ピンクのマーカーでここね、お示ししてますんで、とりあえずここは覚えるのはこれだけでいいです。覚えるのはこれだけでいいからね。あとさっきの上で見たねこの何こんなのも覚えるのね、引きありません。安心してください。公法だとか私法だとか、これ一回頭通しとけばいいですよ。これはね、別にこんな図を書くような問題間違っても出ませんから。あとこの辺の内容もね、このね、全然マークしてないところは一回お読みになって、ああこんな形でこういう項目がこういう順序で規定されてるんだな、ね、軽く頭ね入れておいていただければ OK です。であと速習ね、こちらよいしょ、こういう民法のような司法上の権利を総称してね、これ私権っていう場合があります。司法上の権利ね、民法のようなこのような司法上の権利、こういう物件だとかね、債権だとか、こういうね、民法、この司法上の権利ね、民法って司法でしょ、この司法上の権利を総称して私権、私権ね、この司法上の権利っていうことで略して私権っていう言い方
をする場合があります、ね、これもちょっと軽く頭にとけばいいです。別にガチガチに覚える、ね、必要ありませんから。であと下のこのコメント、ね、これさっきお話しましたね。これはピラミッドになってて、まず必ずこれ総論的なものから各論内容に、ね、こういう順序で条文が規定されているよってことなんで、ね、これはこう頭一回頭、ね、軽く入れとけば OK です。よろしいでしょうか、ね、で次で今度いよいよこちら帯番号2番民法の体系ってことで、ね、より内容に踏み込んでまいります。でねこの辺からちょっとねピンクちょっと出てきます。このページはここだけですね。この3ページにつきましては側中のこのコメントのところのここちょっとマークしておいてくださいね。この意思表示とは、ね、これはちょっと頑張ってね覚えておかれるとこの後ね勉強するにあたって理解がねしやすくなると思います。これは覚えておくと理解しやすくなるからちょっとこれ頑張って覚えてみてください。これね他はいいです。他特にこのページねちょっと全体お見せしておきますけどもこんな感じまっさらですね。したがってこれは頭ねあとはもう覚えるっていうよりも一回頭通しとけば OK。 ただしっかりとね一応理解はしといてください。大事な内容になってまいります。いいですね。いきますよ。でこの帯番号2番民法の体系なんですけどもいいですか。ここの図をよーく見てほしいんですよこの図をよーく見てください。これはレックで作った、まあ、いわばねこれよくレック体系って言い方するんですね。レック体系、レックで作った民法の体系なんですよこれね。一応先ほどら左のページでご覧いただいてきたのはこれも民法の条文に沿ってねこれご説明してきた民法の体系でした。これも民法の条文通りね順番に沿ってねこういう内容占有権だとかこういう内容が出てくるよ。これもねいわばもちろんこれも民法の体系なんですけどこれは全部順番に従った上での民法の体系でした。いいですよね。ところがこの右のページのこの図はこれ民法の条文全部無視してんですよ。無視して実は民法はね本当に簡単に図で表したらこういう体系になるよと、これがレックで編み出した。これもうね30年ぐらい前ですかね。もうすでにレックがねもう会社ができた当初からなんですけど、ね、民法の講義特に司法試験ですね、特に司法試験なんかでよく用いられたこれレック体系の図なんですよ。これで一応本当にねなんかこう、うん、これ分かるとなるほどねって感じなんですよ。いいですか。でこれはね別に無理くり覚えるというよりもねこれを理解しとくとねやっぱり後々民法が分かりやすくなるよってことなんで一応これはね頭入れといてください。いきますよ。でまず左側これ A さんです。これね 人なんですよ。これちょっと図があれですけど A さんね。で向かって右側が B さんです。これ B さんいいですね。人が2人登場してます。 A さんと B さんいいですね。で真ん中にこれ物がありますね。この敷地とあと建物いいですね。でこの A さんがこの敷地と建物を所有してます、ね、所有っていうのはねこれまた後でやるんで軽く聞いといてください。これね所有する要するにこの敷地と建物は A さんの持ち物ってそういうことです、ね、これ所有って言い方をします。また後で見ていきます、ね、これよく所有物って言い方をいたします。これいいですね。で A さんがねもうちょっとこの敷地と建物ね、もう利用しないんで B さんに売ろうって考えました、ね、これ A さんこれ売るこっちね。したがって A さんをよいしょ売り主って言います。売り主これもまた後でね詳しくやってきます。とりあえずこれね一回ここで見といてください。売り主って言います。売り主、ね、A さん売り主、ね、もうこの土地も建物も使わないからねもうそのまましといてもったいないから誰かに売っ払っちゃおうかな、ね、A さんそう考えました、ね、でたまたま、ね、敷地と建物、ね、なんかいい物件ないかなって探していた B さんが、ね、不動産屋さんを通じてこの物件を知りました。であこれいいじゃん、ねね、値段も手頃だしいいじゃん。そこで B さんが買おうって考えます。
買うですね。したがって B さんのような人を飼い主って言います。いいですね。したがってこの場合ね、売り主 A さん、飼い主 B さん、そういう名前になります、ね、これは法律特有の、まあ、表記の仕方ですね。売り主 A、 飼い主 B、ね、でこの敷地と建物、これ当然 A さんの所有物です。所有物 A が売るよ、ね、でそれを見た B さんが、あ、これ欲しいんで売ってよ、ね、これを買うよって言います。でそれぞれが意思表示なんですよ。売るっていう意思表示と買うよっていう意思表示、これそれぞれね、この A さんがこの意思表示、 B さんがこの意思表示を行います。よろしいですか。でじゃあこの意思表示、これ初めて目にするでしょ。でね、ちょっと大きくしますよ。この意思表示の死っていう字ね、これは思うが正しいですからね、この字は使わないでくださいね。志す、普通はこのね、こっち、この意思表示の死って志を使うでしょ。これ誤りです。法律上は、民法ではね、この志は使いません。いいですね。この死は思うっていう字を使いますからね、これは気をつけてください。これ完全な法律用語なんで、答案でこちらを使ったら大減点されますから、よろしいですね。これはさっき申し上げたルールです。民法のルール、法律のルールですから、ちゃんとルールに従った言葉を使ってください。よろしいですね。じゃあこの意思表示って何なのかっていうと、ご覧ください、左です。いきますよ。意思表示とは一定の効果ね、これ例としては売買契約の成立を欲する意思の表示行為であって、ね、その意欲通りの効果の生ずるものを意思表示と言いますよ。これを意思表示って言います。意思表示。で、どういうことかっていうとね、よいしょ、ちょっとまたちっちゃくしますよ。この2つの意思表示、売るよ、買うよっていう意思表示が、ご覧ください。合致をすると。これぐらいで見えますか。大丈夫かな。合致をするとね、これ売買契約っていうのが成立するんですよ。これ常にね、通常私たちなんかがスーパーだとかコンビニだとか本屋さんね、なんかでやってるね、いわゆる買い物ですよ。買い物、これを法律上は売買契約って呼んでますね。この名前も覚えておいてくださいね、普通はなんか買い物って言い方しますけど、ね、法律上の正式名称は売買契約って言います。契約です。契約。ね、で、この2つの意思表示が合致をする。売るよ。あ、買うよ。ね、この2つの、ね、ちょっと書き打ってみましょうね。2つの意思表示。いいですね。これ、売るよ。買うよ。この合致によって売買契約が成立します。これだけでいいんですよ。これだけでいいの。他のね、この敷地建物の引き渡しだとか、あと契約書の作成だとか、まして登記の移転だとか、それはいらないんですよ。いらないっていうのは、この売買契約が成立する上では関係ないってこと。あくまでもね、これ契約書の作成ね、通常であればこういう不動産の売買契約においては契約書を作成しますよね。でもあれは一種の証拠でしかないんですよ。売買契約が成立したってことの証拠を残して、後日ね、売った、いや、ね、売ったとか、要するにトラブルですね、これ。売買契約をめぐってのトラブルを避ける。そのための証拠として、契約書っていうのは作成するだけであって、この売買契約、法律上のね、売買契約が成立するためには、売買契約書っていうのは必ずしも必要ないんですよ。ね。これ、後でトラブル、ね。起きるのを防ぐためです。トラブル防止です。ね、売ったとかね、そういうね、買ったとか、その辺のトラブルね、を避ける。そのための証拠でしかないってこと。だから法律上は、売るよ、買うよっていうたった2つの意思表示が合致さえすれば、売買契約が成立します。引き渡ししてなくても、登記移してなくても、売買契約書作成してなくてもなんですよ。いいですね。これは知っといてください。
またこれ売買契約の時にね、またずいぶん後ろの方になりますけど、売買契約の時にまた改めてやりますから、よろしいですね。またこの後意思表示のところでもやります。これはよろしいですね。これちょっと知っておいてください。2つの意思表示の合致だけで足りるんですよ。足りるの、足りるね。また後でもやりますからね。そうすると改めて意思表示っていうのを見ておきたいんですけども、これ単なる意思の表示ではなくて、一定のこれ効果って言います。一定の効果、まあこれ結果って言葉に置き換えてもいいです。これね、これ専門用語です。これね、これはね、結果、これ効果っていうのはこれ法律用語ですね。これ結果って言葉に置き換えてみてください。結果、いいですね。一定の効果、すなわち結果ね、に向けられたものじゃなきゃいけないんですよ。意思表示っていうのは単に思ったことを外部に表明するのが意思表示ではなくて、法律上のこの意思表示の意味っていうのは一定の効果、ね、に向けられてるんですよ。一定の効果を欲する、その意思の表示ね、この意思表示ですから表示が必要です。意思の表示行為なんですよ。であって、その意欲通りの効果ね、これを法律が認める、これ認めるんですよ。意欲通りの効果を法律が認める、これを意思表示って呼んでます。だから注意してほしいのはね、単なる思っていることを外部に表明するのが意思表示ではなくて、一定の効果に向けられたこれ意思の表示なんですよ。じゃあ一定の効果って何なのかというと、この事例で言えば売買契約の成立なんですよね。これ A さんの頭の中としてはね、 B との間でこれ売買契約を成立させようね、そのために売るよっていう意思表示をするわけですよ。でそれに対して買い主 B もね、これ A との間でこの売買契約を成立させよう、それに向けて買うよっていう意思表示をするわけですよ。だから意思表示って何回も言いますけどね、これ本当大事な言葉なんで正確に押さえてほしいんですけど、単に頭の中で思ったことを外部に表明する行為じゃないんですよ。あくまでも一定の効果、もっと言うと契約の成立です。契約の成立に向けた、ね、その効果、ね、これを意欲して、ね、この外部に表明する。これを意思表示って呼んでるんですよ。よろしいですね。だから必ずこれから勉強するときはね、それぞれの意思表示っていうときは何を欲してんのか、どういう効果を求めてんのか、その中身は必ず意識してください。この事例でいけば売買契約の成立です。A の頭の中も、B の頭の中もね、共に売買契約の成立ね、これを目的として、その手段としてそれぞれ意思表示をしてます。売るっていう意思表示と買うっていう意思表示、いいですね。だから強いて言うならば、この意思表示っていうのは手段なんですよ。こっちもそう、このイメージしっかり持っておいてください。売るっていう意思表示、手段です。買うっていう意思表示、これも手段。目的はこれね。目的は売買契約の整理です。ね。これが意思表示ってやつなんですよ。いいですね。なんとなくイメージ持ってましたか？またね、勉強が進めば、またさらに理解深まりますから。ね、あまり気にしなくていいですよ。なんかなっていう感じでいいですよ。 そんな感じで今は大丈夫です、ね、またこの後詳しくそれぞれの箇所で見ていきますから、ね、単に頭の中で思ったことを外部に表明する、それが意思表示じゃないよってこと、ね、あくまでも一定の効果、ね、これを欲してるんですよ。意欲するんですよ。意欲って言い方ちょっと硬いかな、これな。意欲、ね、この欲するっていうのは意欲するって言い方をする場合もあるんですけど、意思の意に欲する、ね、これ意欲って言います。これ欲するって意欲するって言い方をする場合もあるんですけども、一定の効果を意欲した、ね、その表示行為なんですよ。じゃあ何、一定の効果って何なの？契約の成立です。契約の成立、いいですね。とりあえずそんな感じで、ここも一回とりあえず見とけばいいです。でも最終的にはこの定義はね、これ答案では使いません。この定義はまず答案で書くことはほとんどないんだけど、この後、ね、理解していく上でこの定義はね、頭に入ってないとあれどうだったっけになっちゃうんで、この定義はね、答案で書く意味じゃなくて、ね、
これこの後勉強するその時の理解のために必要になりますからね、一応ピンクのマーカーでお示ししました。これちょっと頑張って一応頭に入れといてください。覚えておいてください。いいですね。でこのね、続けますよ。この下見てほしいんですけど、もし AB 間に蒸気のような意思表示がないのに、例えばですよ、例えばね、 B が勝手に A 所有の家に移り住んでいた場合ですよ。勝手に入ってた。この場合 AB 間に売買契約は成立しない。当たり前ですよね。意思表示がないんだから契約なんかしてません。もちろん成立しませんね、しませんが、その代わり B にはね、勝手に A さんの家入ってた不法行為、これが成立します。成立します。さっきやったでしょ、違法な行為は全部民法では不法行為って呼んでますね。これ B 契約してないのに、これ勝手にもうすでに A のこの家に住んでたんですよ、こいつ。これです、これですね。これ刑法であればね、さっき公法の一つである刑法やりましたけど、刑法でいくといわゆる住居侵入罪になるんですよね。住居侵入罪という罪名がつきますけど、これ民法ではね、とにかく不法行為です。不法行為、全部不法行為で、不法行為っていうのが成立して、これ709条、これちょっと見ていただきたいんですけども、これね、 B はこれ加害者です。加害者 B は被害者 A に損害賠償債務、これは要するに弁償する義務なんですよ。弁償する、これを負います。ちょっと709条をご覧ください。こちらで、これね、高架家ですね、高架家民法の条文ちょっと見ていただきたいんですよ。こういう時に高架家使えますんででね、これもまあちょっと今日1回目ということで申し上げておきますと、この条文引きをね、絶対手抜かないでください。民法でね、本当に短期間で力をつける一番のね、近道はとにかく条文に慣れ親しむんですよ。ですから条文ね、こういう条文番号が出てきたらね、もう本当労を厭わず、めんどくさがらずね、まあ内心めんどくさいと思ってもいいですよ、必ず条文は引いてお読みになってください。そうすると重要な条文ほどね、頻繁にこういうテキストに出てくるでしょ。そしたらその出てくるたんびに、その重要な条文実際にこれ引いて条文を見るわけですから、読んでると自然と頭に残ってくるんですよ。そうすると意識しなくても暗記ができちゃいますから、これが法律のね、本当面白いところなんですよ。その意味でもね、条文引きは手を抜かないね。特に重要な条文出てきたら、必ずこの効果系の巻末のこの民法の条文、これを引いてください。で、ね、709条なんで、こちらね、よいしょ、ちょっとこうね、ページが振ってないんであれですけども、ちょっとこちらね、右下こちらになります。709条こちらね、またこれね、特に最終回ですね、この合格基礎講座のね、最終回18回目の時にね、こちらの不法行為、これ一番最後なんですよ、財産法の709条これやりますから、とりあえず今日は軽くご覧になっておけば OK ですね。でこれ条文ってね、この条文番号の上のこの丸括弧の中にその条文の見出しが載ってますからね、これだから、この709条でいくと不法行為による損害賠償ってこといいですね。別にこれは覚えなくていいですよ。この条文のこの見出し見るとこの条文の中身がわかりますからね。で、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うよってことで、これ損害を賠償、賠償っていうのは簡単に言うと弁償です。弁償、これもね、また詳しくはね、これ不法行為の時にやりますから、とりあえずこのイメージだけ持っててください。賠償ってのは弁償するね、お金で償うよ、これなんですよね。で、故意または過失、故意ってのはわざとってことね、ちょっと軽く聞いておいてください。過失ってのはうっかりです、誤ってってことね、故意または過失ね、いいですね、によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した。要するに B はこれわざとね、わざと入ったわけだから故意でしょ。わざと入ったら故意、うっかり誤って、まあうっかり誤って人の家入るってことないですね。だからさっきの事例でいけば、まずこっちの左の故意ですよ、故意、わざと、わざと A のね、 A さんのこの家に忍び込んだ、その意味でこれ A の権利ね、あるいはこの法律上保護される利益を侵害したっていうでしょね。で、物、物ってのはこれ B ですよね、勝手に A さんの家に入っちゃったやつだから、これ B を指します。この者、物ね、侵害した者 B です、はこれによって生じた損害を弁償しなきゃいけないよ、
これは言ってます。これ不法行為に基づく損害賠償ってことよしですね。また詳しくはまたその時やりますから。これね、そうするとこの後どういう流れになっていくかというと、通常、まあ普通であればね、まあ A さんこれ警察呼びますよ。110番して、まずこの B をね、逮捕させます。で、その後ですね、まあ刑事事件になりますけど、それとは別に、刑事事件とは別に民事事件、これ民法ですから、民法は別の事件なんですよ。民事事件です。で、こちらはさっきね、さっきとか建前ご覧いただいたように、弁償してもらうんですよ。弁償だけです。弁償だけ。これが民事事件の特徴なんですよ。民法ってのは民事です、ね、刑法だと刑事事件、逮捕して、ね、これ証拠が揃って、ね、許すことができなければ起訴されて、検察官に起訴されて、ね、その後これ裁判を行って、で全部証拠揃って裁判官が判決を下すと、そういう大まかな流れになります。刑事事件は。でも民事事件、ね、この民法が規定している方は、これさっきも言いましたけど、これ司法でしょ、これお上が出てこないんですよ。したがってこれね、この警察とか出てきませんから、あとはね、一応裁判所には訴えるんだけど、お金でケリをつけますね。このイメージをお持ちになっておいてください。とにかくね、民法はね、これね、司法です。で、全部お金です。警察の手は借りません、基本的にね。このイメージはぜひお持ちになっておいてください。何かあればね、何か問題があって誰かが損をした、この時はね、基本的に全部ね、お金でケリをつけます。弁償です。弁償ね、それがさっきの損害賠償ね、この義務ってやつですね。よしでしょうか、ね、こんなイメージちょっとお持ちになっておいてください、ね、ちょっとね、じゃあちょっとここで一息入れましょう。はい、それではですね、最後の第4ユニットに入っていきます。で、ちょっとね、続きなんですけども、こちらご覧ください。で、今ね、これ勝手に B が A さんの家にね、これ入り込んでた、移り住んでた、ね、この場合は警察の手は借りません、ね、この民法はこれね、基本的にこれ当事者間で決着をつけて、ね、許せなければ裁判所に訴えるって形なので、基本的に警察の手は借りない、ね、で、最後はお金でケリをつけるんだ。今そのお話をいたしました、ね、弁償です。弁償いいですね。これが709条です、ね。まあ、そういう点で本当に公法と司法って違うんですね。公法はお上が出てきますから、警察だとかお上が出てくるけど、司法ね、民法は司法ですから、基本的にお上の手借りませんね。これはで、最終的にお金で決着をつけます。いいですね、こんな感じで。で、いきますよ。で、今ご覧いただいたこの不法行為、これね、この不法行為ね、これはね、ここでも出てきますね。いいですね。一応この名前は覚えておいてください。不法行為、ここに出てくるんですよ。ここなの、ここで、ここが本当のね、レック体系の、まあ、見せ所っていうんですかね。さっき上でご覧いただいたこっちは何でした？契約です。契約、これグリグリっと丸しておくといいですよ。契約、普通ね、私たちのね、いわゆる市民ね、一般市民の生活っていうのは契約によって成り立ってるでしょ、通常。だから民法も、民法もね、これ基本的には対象は契約なんですよ。契約を規律しますね。これもう一回整理すると、民法っていうのは司法、司法っていうのは私たちのね、これ私人同士の関係を規律する。で、私たち私人は基本的には契約によってその生活が成り立ってる。だから民法もね、この対象のほとんどが契約なんですよ。契約です。民法の条文を見ると契約に関する規定がいっぱい出てきます。だけど契約だけじゃない。今ご覧いただいたように、 B が勝手にこの A さんの家に移り住んでた、いわゆる不法行為です。不法行為で、この場合は B は弁償しなくてはいけませんでしたね。さっきやりました709条です。そうですね。で、これは皆さんに聞きますよ、皆さんに聞きますよ。 B は A に対して709条に基づいて、ね、これもちょっと印つけておきましょうかね。これ弁償しなきゃいけない。こっちの方ね、もう損害賠償ってちょっとまだちょっと言葉が硬いんでね、弁償する、こっちの方ちょっと印つけておきます。この義務が発生するんだった。で、皆さんに聞きます。この義務の発生っていうことに関して、 B はなんかこれ意思表示とかしてますか？してないでしょ。
さっきの契約はね、これ契約に向けて A もそして B もね、それぞれ意思表示っていうのを行うんだった。でそれぞれの意思表示が、2つの意思表示が合致して売買契約が成立するんだってやったね。意思表示ってあくまでも手段なんだった。目的は売買契約の成立。ところがこの不法行為の損害賠償義務、簡単に言うとこのね、弁償する義務はこれ B の意思に基づいてますか？これ基づかないでしょ。だからこっちなんですよ。これ契約に基づかない法律関係の制度っていうふうに言われるんですよ。他にも不当利得だとか他にもいろいろありますね。特に鑑定士試験ではやっぱりね、この不法行為、これをぜひ代表的な制度としてね、この契約に基づかない法律関係の制度として見といてくださいね。これ不法行為が成立すると何回も言いますけどもね、いいですか、しっかり押さえてくださいね。弁償する義務が発生する。だから B は嫌だよって言ってもダメなんですよ。 B はね、 A が裁判所に訴えるとね、これ嫌でもね、 A さんに弁償してあげなきゃいけなくなる。これが弁償する義務です。弁償する義務、いいですね。でこれは B の意思に基づいて発生するわけじゃないでしょ。むしろ B としては払いたくないっていうのが通常でしょね。だから意思表示なんか当然いりません。また意思表示なんかこれ前提にしてないんですよ。それがこっちなんです、ね、でここ契約に基づかない法律関係ってありますけど、もうちょっと分かりやすく言うとこの言葉に置き換えてみてください。意思です。意思に基づかない法律関係なんですよ、ね、上の契約は意思表示ってことで共に意思でしょ。これはいいですよね。上の契約ね、売買契約の成立、これは当然意思表示ってことで共に意思が前提だから、意思に基づくね、法律関係って言えるんですよ。いいですね。上のこちらの契約の方は意思に基づく法律関係、それが契約です。契約ね。で逆にね、契約ね、この意思に置き換えちゃいますけど、意思に基づかない法律関係の代表が不法行為ってこと。こうやって民法ね、このレック体系によると民法の全体像っていうのはね、意思に基づくのか、それとも下の基づかないのか、これによって大きく二分されるよってことなんですよ。いいですね。これがぜひこの中で押さえていただきたいポイントですね。またおいおいね、これ勉強が進めばね、あ、なるほどね、ね、そんな形で理解がまた深まりますから、とりあえずこれぐらいにしておきます、ね、であとこの下、側柱の下なんですけども、じゃあこれね、意思に基づく法律関係、あるいは意思に基づかない法律関係っていう、この法律関係って何なのかというと、これも特にあのピンクのマーカーで印はつけてないんで一回読みになっておけばいいんですけども、いきますよ。法律関係というのは権利義務の関係を言いますと。権利義務、ちょっと印だけつけておきましょうかね、こんな感じでね。これ頭通せばいいですからね、こんな感じのところね。で権利の反対が義務だと、で義務の反対が権利、これはいいですよね。だから法律関係っていうのは権利と義務の関係なんですよ。権利と義務の関係、これを法律関係って言います。法律関係ね。でこの後またちょっと見ていきますけども、この契約が成立するとね、売買契約が成立すると A さんと B さんとの間には権利義務が発生します。でどんな権利あるいはどんな義務が発生するのか、これこの後また見ていきます。いいですね。また後々やりますからね。とりあえずここではちょっと軽くそんなイメージだけお持ちになっておいてくださいね。であとこの意思に基づかない法律関係の代表格の不法行為、こちらも意思には基づかないけどもやっぱり法律関係ということで権利義務が発生しましたね。これさっきやりましたね。どういう権利義務でした？権利は何ですか？ A の B ね、被害者 A の加害者 B に対するこれ損害賠償請求権って言います。損害賠償請求権、これが A の権利です、ね、逆に B の A に対する損害賠償義務、これが義務です、ね、分かりやすく言うとさっき言ったようにね、これ弁償する義務ってことなんだけど、ね、これまた詳しくはまた後で不法行為ところでやりますからね。やっぱりこれ権利が発生しまた義務も発生するんですよ、ね、A は B に対して、ね、弁償しろ、お前俺の家に勝手に立ち入ってね、もう迷惑こむったんだから弁償しろ、ね、この場合を
損害賠償請求権って言います。これ権利です。で逆に B は A に対してごめんなさいねとね、じゃあこれでねお詫びしますってことでね、この弁償する、これを損害賠償義務って言います。だからやっぱり権利と義務だから法律関係なんですよ。法律関係ね。で権利だけがあって義務がないっていう場合はありません。必ずこの両者対になってます。これはいいですね。だって権利だけがあって義務がなかったらこれ結局絵に描いた餅でしょ。義務があるから初めて権利っていうのは内容を持ったものになるんですよ。実効性があるってこと、いいですよね。だから両者必ずこれ対になりますから、義務だけがあって権利がないってこともありませんからね、いいですよね。だから権利と義務、これが合わさって法律関係です。必ず両者対になってますからね、ペアです、ワンペアいいですね。ちょっとね難しい言い方とかちょっと今しちゃいましたけどね、損害賠償、あと請求権っていうのはこういう字です。また後とやってきますけどね、ね、これ損害賠償請求権ね、これ権利です。これ A さん、被害者 A が取得する権利、これ709条で発生する。逆に加害者 B は損害賠償義務、いいですね、権利義務ね。であとちょっと続きますよ。でこの権利義務ね、これ法律関係なんですけど、を成立させる制度としていきますよ。最後整理ですよ、まとめですよ。対別して意思表示に基づく契約と意思表示に基づかない不法行為があるよ、これなんですよ。これがまとめになりますね。これです。いいですね。これは理解しておいてくださいね。で意思表示っていうのがちょっと分かりにくければ、先ほど来申し上げている通りこれです。意思、意思に基づく制度としてね契約があるよ。また逆に意思にこれね基づかない制度として不法行為があるよね。こういう形でこのぜひねこの本当しつこいですけどね、このレク体系使ってちょっとねこうやって頭の中整理をしておいてくださいね。であとちょっとまだ触れていないこのね試験の主体ね、これです。これで試験ってさっき左のページありましたね、2ページこちら、ここの即時のコメントね、民法のような司法上の権利を総称して私権と言いますよと、ね、司法上の権利、これを私権と言います。この主体として、まあ、A さんそして B さんがいるよ、ね、これもそんなにこれ答案で使うことはほとんどありません。私権の主体だとか、こんな私権の客体だとか、これ客体はここではね土地と建物になってますけど、これ人が客体になる場合もありますから当然ね。これよろしいですね。こんな形でちょっと一回見とけば OK です。でそんなところですね。あとまあ不当利得とか、これもまたあとおいおいやってきますから、とりあえずここではねこの意思に基づかない法律関係の代表格としては不法行為ね、これは頭入れといてください。で以上の中身をですね改めてちょっと文章で説明したのが以下の内容なんですよ。この辺はもうざっと見ときます。いきますよ。で民法を学習する際にはそれが相続の知識なのか、それとも物件の知識なのか、あるいは債権の知識なのかを意識することは必要だよと。ね。さっき1ページの民法全体のどこに位置する知識なのかを常に意識してくださいねってことをさっきね、こちら。この1ページのこの図でやりましたね、こうね。常に自分が今どこ勉強してるのか。ね。そうじゃないとこれ本当に迷路にはまっちゃいますから、民法ってね、あの範囲が広いですから。ね。だから常に自分が今どこやってるのか。ね。これ意識してくださいというのは大事だよ。そうですね。ですね。でそれとともにと、それとともに私権の主体、私権の客体、契約に基づく法律関係ね、この契約ってのは意思に置き換えてもいいですからね、先ほど何回も言ってますけど意思ね、で契約に基づく法律関係と、あと4番目が契約に基づかない法律関係の4つの視点を持っておくと民法の問題を見つける際のね手がかりになるよ。これがいわゆるごめん、しつこくてごめんなさい。これ、レック体系って言います。レックが昔からね、この民法の講義の時にお示ししてます。レック体系。これね、これです。これ知っておかれるといいですよ、本当に。勉強進むとね、あ、なるほどねって感じになってきますから。これ非常にね、頭の中整理する上で格好の図なんですよ。ね。この相続だとか、物件だとか、なんかこう、これだけ頭入れててもね、何なのって感じでしょう。中身が、ね、はっきりとしないでしょう。だけどこのレック体系押さえておくとね、それぞれの中身のこれ特徴が際立ちますから
ね。まあ、こういうのもあるよってことで。で、まずちょっといきます。最後ね。これ、まず、丸一の試験の主体とは、ね。これです。試験の主体。これも軽く見とけばいいですよ。答案で、書くことありませんからね。権利義務の主体となる人を指し。これには、ね、自然人って言います。自然人。これね、生身の人間を指します。これ法律用語なんですよ。自然人って言います。生身の人間。と、法人。これはわかりますよね。簡単に言うと会社だとか、あるいは学校もそうですよ。これ。人間以外のもの。ね。だから、法律上は人って言うと、この二つを指すんですよ。自然人と法人です。いいですね。したがって、ここの試験の主体も当然、この二つを指します。これ。いいですね。で、試験の主体は、で、ちょっと次のページ。ここね。よいしょ。相続のところで規定されてるがと。法人についてはね、これ鑑定士試験でほとんど聞かれませんから、全然気にしなくていいです、これ。よしですね。こちら、法人は出ないよ。で、あと、次の、丸二の試験の客体とは、権利義務の客体となる、ね。これ、さっきの事例は物だったでしょ。敷地と建物。あと、人の場合もあるんですね。人の場合もあります。これね。こんな感じ。これも見とけばいいです。で、民法の中では相続だとか物件のところで、これは学習するよ、ということで。ね。で、あと、丸三。丸三の契約に基づく法律関係。ね。これは意思表示の合致によって成立する契約を指すよ。で、これについては、ね、条文でいくと相続、あと物件、あと債権総論、債権各論、あと契約各論なんかで学習するよってことで。これかなりだからね、一口に契約って言ってもね、民法の条文見るとね、いろんな分野にまたがってるんですよ、これ。わかるでしょ、これ。まあ、散らばってるって言ってもいいかもしれません。ね。だからそれぞれ、これね、その箇所だけやってもダメだよって、そういうことなんですよ。いろんな分野にまたがってるでしょ、これ。そういうことなんですよ。だからさっき私が申し上げた民法っていうのは、その一箇所だけやってもね、本当の理解得られないよって、こういうところにも出てるんですよ。いろんなところにまたがってますから。あのピラミッドね、ピラミッド。あれをぜひ意識してみてください。いいですね。で、あと次、今度丸四ね。丸四の、契約に基づかない法律関係。ね。これは契約以外によって成立する法律関係。ね。事務管理だとか、不当利得とかあるんですけど、まあ、一応不法行為。さっきやりました。不法行為。あとね、占有とか時効。これも後でやります。時効はちょっとね、これ試験対策上、ちょっと重要な制度なんで、これはまた改めてじっくりやっていきます。あと相続。ね。これは一応家族法の分野なんだけど、やっぱりね、財産法でもちょこちょこ相続っていうのを顔出しますから、またその時々にね、また触れてきますから、全然心配しなくていいです、これ。ね。こういうふうに分類できるよ。で、これらは契約と異なり、意思表示に基づかずに成立するよ。やりましたね。端的に言うと意思です。意思に基づかないで、ね、これそれぞれ成立しちゃいますから。さっきの不法行為なんか典型ですよね。これ。いいですよね。で、これらは、まあ、事務管理不当得不法行為は債権で。あと、占有は物件。時効は相続。民法相続でやります。相続は相続でそれぞれ学習するよ。ね。これ散らばってるんで、それぞれの位置を押さえておくことが大事だよ、ということで。よろしいでしょうか。なんとなく、イメージつかめてますかね。まあ、今日ね、初回1回目ってことなんでね、まあ、ゆっくりゆっくりお話をしてますけども、少しずつね、少しずつでいいですよ。民法でね、本当に市というと、こういう螺旋状にこう理解ができていけばいいですよ。こんな感じで一足飛びにね、こう坂道をこう駆け上るような感じで理解するってのは絶対できません。いいですね。だから焦らずね、こう螺旋状にね、あ、少しずつなんか分かってきてるなって、そういう実感が持てればもう OK と思ってください。それが法律です。で、もっと言うとね、これ本来だったら大学の法学部で言うとね、4年間かけてやることを、この鑑定士の民法、特にこの合格基礎講座なんかではね、この18個までやっちゃおうと。もちろんね、出ないところは飛ばすし、大事なところに絞ってやるわけなんだけど、本来だったら、法学部だったら4年間かけてやるような内容なんですよ。これ民法ってのは全部。相続から始まって物件債権やって親族相続やる。これはもう本来4年かけてやるところを、こうやってね、もう圧縮してやるわけで、もう皆さんが大変なのは当たり前なんですよね。でもやっぱり現実問題として他の科目もやんなきゃいけない。その限られた中でね、やっぱりこの民法について合格答案を書けるようにする、ね、そのためにはやっぱりある程度やっぱりね、多少こうね、頑張らざるを得ないと、そういうことです、ね、もう皆さんもその辺のね、合格語はできてらっしゃると思いますんでね、まだ大変ですけども、ぜひね、しっかりとついてきてくださいですね。で、もうちょっと時間ありますんで、もうちょっと私はやりますね。本当はもう
2時間半超えてもね、本当喋りたいんですけど、あんまり喋りすぎてまた怒られちゃいますんでね、ちゃんと時間守れってね、ちょっとうちの会社に怒られちゃいますんで、一応時間もありますけど、もうちょっとねやります。で、次はねちょっとマークします。ご覧ください、こちら。ここです。いいですか、ここです。ちょっと印つけちゃってください。ここね、帯番号3番、民法の基本原理ってとこなんだけど、私的自治の原則ね。あとこの辺ですね、これ大事です。これ絶対覚えちゃってください。あと右のページ、こちらもねお示しします。ここですね、過失責任の原則。今回ここまでね、この1回目なんで、ここまでやって終わりにします。こちらですかね。で、こちら民法の基本原理ってことで、一応即中のコメント、こちら、ここからちょっと見ておきます。よいしょ。まず民法の基本原理として1個目、所有権絶対の原則っていうのがありますね。これでも、これはね軽く見とけばいいです。これ答案で使うことほとんどないんですよ、ね、だから要するに試験ではあまり関係ないってことね。で、それに対して次の2番の私的自治の原則って読みます。私的自治の原則、ね、これは重要なんで、しっかりと押さえていきます。ちょっと速中ご覧ください、ね、逆に私的自治の原則はしっかり押さえておいてくださいと。いいですか。で、まずちょっとこちら速中のね、このポイントから、あ、ごめんなさい、コメントから見ていきますけど、私的自治の原則から、これね、契約自由の原則と過失責任の原則の2つが派生するよ、ね、これは押さえておいてくださいですね。大元はこれです。私的自治の原則、これが大元です。こっからこの2つ、契約自由の原則と過失責任の原則、2つが派生するよ、これなんですよ。いいですね。で、じゃあそもそも私的自治の原則って何なのかっていうと、よいしょ、これね、どうしても法律のね、あの言葉って硬いです。これね、あの法律ってのは、ね、今日も冒頭でお話しましたけど、高度な論理学です。したがって正確性が命なんですよ。論理学だから正確性が命、曖昧な言葉使いません、ね、だから本当にね、一個一個の表現どうしても抽象的だけど、でも非常に正確なんですよ。だから正確にこれ覚えて使えるようにしてください。よろしいですね。これはどうしてもこういう抽象的な言葉になっちゃいますけどね、あの論理学なんで、一個一個の言葉非常に大事です。正確に使ってください。で、私的自治の原則とは、個人が自由意志、ちょっとこう意志印つけますに基づいて自律的に法律関係を形成することができるという原則であるよと。いいですね。根本は意志です。自由意志です。これに基づいてね、自分で自由に法律関係を作れるよってことなんですよ。根本は意思です。だから他人から強制されないってこと、ね、また自分で自由にその内容を決められるってこと、それが次の2つに出てるんですよ。いきますよ。で、この私的自治の原則は積極面においては、個人は自由意思、また印つけますよ、に基づいて自由に契約、やりましたね、さっきやりましたね、を締結することができるという契約自由の原則、これ名前覚えちゃってください。これ使います。これ答案で使う場合ありますからね。私的自治の原則と並んでこの名前も覚えちゃってくださいね。これです。自由に、これ法律関係、さっきやりましたね、法律関係って何ですか。これ権利義務でしょ。権利義務ですよ。これやりましたね。法律関係っていうのは権利義務の関係だった、ね、で、この権利義務の法律関係については意思に基づくやつが契約だった。それがまさにこの契約自由の原則なんですよ。根本が契約自由の原則です、ね、自由にみんな、ね、自由な契約が結べるんですよ。これ民法に規定してなくても、私たちは原則として自由にいろんな契約結べるんですよ。これは売買契約だとか賃貸借契約だとか、民法に規定している契約に限定されないんですよ。こ
これが契約自由の原則です。内容も自由なんですよ。もちろん例外ありますよ。もちろん例外はね、あの民法90条とかのね、この後また勉強してきますけど、いろんな例外はあるけども、原則は自由なんですよ。これが契約自由の原則です、ね、契約を結ぶとこれ権利義務が発生するんだった、やりましたよね、これですよ。だからまず一つが契約自由の原則、根本は意思です。自由意思、意思に基づいて自由に契約を結べる。すると契約を結ぶと権利義務、いわゆる法律関係が発生するでしょ。その一つが、私的自治の原則の一つが契約自由の原則ってこと。いいです ね。とにかく法律関係できたら権利義務、ね、で契約を結ぶと権利義務、ね、すなわち法律関係が発生するよね。これさっきやりました ね。で契約自由の原則っていうのは、自分の自由な意思でこの契約法律関係を作れるんですよ。でいきますよ。で今度逆に、消極面においては個人は自分に故意、これ先言いましたね、不法行為ね、前のページこれも思い出してください。こちらね、さっき言いましたね、こちら言いましたね、不法行為709条故意または過失によってって言ったでしょ。あれちょっと思い出してください、ね、でもう一回ちょっといきますよ。個人は自分に故意、これわざとね、または過失、これ誤ってね、でちょっと隣のページ行ってください。がなければ責任を負わされない、これを過失責任の原則って言います。これも覚えちゃってください。名前はいいですね。で名称は過失ね、これうっかりでしょ。うっかりの責任の原則となっているが、うっかりであれば責任を負うのであれば、より責任の重い、これ故意でしょ。故意の方が責任重たいって分かりますよね。これわざとやってんだからね、誤って、過失の場合よりも責任が重たいって分かるでしょ。で過失の場合に責任を負うんだったら、より責任の重たい故意の場合ね、この場合当然責任を負うよってことです。これちょっと気をつけておいてください。この名前自体は過失責任ってなってます。この名前だけ見ると過失があった場合だけ責任を負うかのようにね、ちょっと読みますけど違うよとね。過失があった場合だけじゃなくて、当然故意、ね、わざとの場合も当然責任を負いますから、それを説明してます。いいですね。これちょっと気をつけておいてください。でこの過失責任の原則は債務不履行、これ後日やります。415条、これ簡単に言うといわゆる契約違反です。契約違反、これ債務不履行って言います。でもう一個がさっきやりましたね709条不法行為やりましたね。後でまたもう一回条文見といてください。709条ね、こちら故意または過失ね、これですよ、これですよ。そうするとやっぱりこの過失責任の場合も根本は意思なんですよ。わざとやった、あるいはうっかりやった、こういうね、何がしかの意思がなければ責任は負わされない。これ過失の場合も意思はありますからね。うっかりなんかやっちゃったってことで、全くの、あの意識喪失状態であればこれ過失にもなりませんから、いいですね。過失ってのは意識はあるんですよ。意識はあるけど注意を払わなかったってことだから、一応意思はありますからね。最低限の意思はありますから、これ気をつけてください。で故意の場合当然意思はあるでしょ。過失の場合も何がしかの意思はあります。これいいですね。車を運転しててね、目の前通行人がいた、で気がつくのが遅くて跳ねちゃった、これ不法行為でしょ。不法行為って言います。車の運転誤って人を跳ねちゃった、もちろんこの場合跳ねる意思なんかないから故意はない。だけどこれ気をつけなかった、ちゃんと注意払わなかったね、その限度で過失あります。この場合無意識じゃないでしょ。意識はあるんですよ。ただその辺の意識が散漫だったということで、最低限のやっぱ意思はありますから、これいいですね。こちらだから共にやっぱり最低限の意思はあるんですよ。意思はあるね。で意思がなければいきますよ。意思がなければ責任を負わされない、これがまさに過失責任の原則なんですよ。だから過失責任の原則もやっぱり根本は意思なんですよ。意思なの、ね、で整理するといいですか。私的自治の原則からさっきご覧いただいたように、この契約自由の原則と過失責任の原則2つが派生すると、で共に根本は意思なんですよ、ね、自由意思に基づいて法律関係、これ権利義務でしょ、はこれ形成できるよ。でその積極面、積極的に現れた一つの原則が契約自由の原則で、ね、自由意思に基づいて自由な契約を結べるよ、
契約を結べば、ね、この権利義務っていう法律関係が、ね、これ形成されるんでしたよね。でもう一個が消極面、ね、意思がなければ、ね、意思これ書いておきましょうかね。意思がなければ責任を負わされないよ。これが解釈の原則なんですよ。だからやっぱりこっちも意思なんですよ。いいですね。全く自分が関与してない、意思的に関与してない、ね、全く自分が、ね、知る余地もない、そんなところで一方的にこの例えば不法行為責任を負わされることはないよってことなんですよ、ね、そういうことによって私たちはご覧ください、これです。自由意思に基づいて法律関係作れるわけですよ、ね、積極面が契約自由の原則、消極面が解釈の原則って形で派生します。共に意思に基づく、ね、意思が根本、意思に基づいて法律契約結べるよ、契約自由の原則、ね、で逆に意思がなければ、ね、たとえいいですか、意思がなければたとえ結果が生じて誰かが損害被っても弁償する必要はないよ。これが解釈の原則です。よろしいですね。随分最後ね、なんか一番最後にね、本当に大事な基本原理をやりましたけど、よろしいですね。でその辺の最後説明、こちらね、あとはこれご覧になっておいてください。こちらのね、すなわち意思に基づいて自由な契約を結ぶことができるというのが契約自由の原則、逆に意思に基づかないですね、意思に基づかない限り責任を負わされないというのが解釈の原則ですよ、ね、共に根本がこちら、こうね、意思が根本ということですよ、ね、ぜひこの辺ね、まあ、覚えるっていうよりもこれは理解しておいてください、理解しておいてください。で私的自主の原則、これ答案で使う場合もありますし、あと契約自由の原則、これ使いますから、これね答案の中で使いますから、だからこの定義は覚えておいてください。あと過失責任の原則もこれも答案で使う場合がありますからね、したがってこのピンクのマーカーでお示しする、この定義はちょっと頑張って一応ね覚えて答案で書けるようにはしておいてください。共に根本は意思です、ね、一応今回ね1回目ここまでですね、いかがでしたでしょうか。結構理屈っぽくてね、なかなかこう一回でなかなか理解するの難しかったかもしれませんけどもね、今日冒頭でお話しましたようにね、民法は最初から全部理解するっていうのは難しいですからね、少しずつ少しずつね、押さえておけば OK です。で分かんないところはね、鉛筆でクエスチョンつけといてください。で後ろの勉強が進むにつれてだんだん前の方も分かるようになりますからいいですね。じゃあこれで1回目終わります。お疲れ様でした。